だ。あれあれ、やばいな。そらじゃらじゃ。タイトルが思い出せないわ。あの派手髪の考察系 YouTuber と、よく喋る脚本家のやつ。うわ、なんだっけな。無限まやかした。どうも、大島康幸です。高野美奈です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオ番組でございます。あ、サイレント第6話の感想1本目でございます。1本目です。放送されてからまだね、20時間も経ってないかな、はい、ぐらいでございますけれども、はい、主人公はナナさんだったんだね。そうでした ね。だって5話出てなかったですよ、うん、5話出てなかった人が主人公だっていうのは、これはどんでん返しと言って過言ではないんじゃないでしょうか。いや、そうですね。主演でしたね。主演でしたよ、間違いなく。オールタイム歴代最高演技賞ですね。演技賞ですね、ほんと。だってもう、その言葉を発するっていうのを封じられてそれだから、うん、そうですよね。いやー、やばかったわ。一番好きな回かもしれないです、僕6話。いや、気持ちはわかる、うん、本当にね。とんでもないわ。とんでもない話でしたね、うん、ちょっと。いやー、今までのところもね、振りも聞きつつ、うん、ちょっと話したいことがいくらでもありすぎて、とりあえずこの感想、いいよ、シンプルで。うん、そう、感想、面白かった。面白かった。楽しかった。泣きました。泣きました。考えさせられました。はい、以上。はい。うん、以上。というわけで、はい、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。だってもう、後半戦に来てそうなっちゃう。もうおかしいでしょ。語るに落ちるんだよ。確かに、もうね、語るのが野暮だなって。野暮なんだよ。その自分でね、ここに来るまでにノートまとめてて、うん、俺何やってんだろうな。いや、本当にそうなってくの。そう、思ってしまいますよ。で、多分ね、こっちも、調教されてると思う。うん、なんか、こう、あの映像から、雄弁に全てが語られており、うん、特に、そんな、こまごまやらなくても、うん、我々は見るだけで、うん、もう全部感じ取れてると思う。ね。あとね、うん、その見てる人の中で、うん、まあ、理解度のレイヤーも割れてたりとかも、まあ、しなくはないと思うんだけど、うん、多分ね、思ったより伝わってるというか。伝わってると思うよ。うん。あそこから夢になったんだよね、うん、みたいなことを、ワンアイテムで示したりすることって、そうそうそう、まあ、かなり目を凝らしてないと、わかんないから。うん、でも、奇跡よ。うん。そもそも、音がねえんだもん。うん、いや、そう。音がねえドラマで、すごい。こんなになんかこう、ストレートに伝わるって、うん。ちょっと奇跡って言いたいけど、ね。でももう、類まれな努力と才能が結集した結果だから、もう何も言えねえのよ。うん、で、間違いなくね、うん、手話シーンが圧倒的に増えてきてるんですよ、ね。増えてる、増えてる。増えてるよ。で、紬はさ、口に出しながら手話したりするじゃん。うんうん、でも、そうじゃない、無音の、はいはいはい、まあ、無音ではないんだけど、うん、その口のちょっとしたリップノイズとか、うん、ちょっとしたこう、服の擦れる音とかは、うん、入ってるんだけれども、うん、声なしの、うん、要は声の音情報なしの手話の会話シーンが圧倒的に増えてきていて、うん、圧倒的に増えてる。字幕を見ないと、そう、手話ができない聴者の人はついていけないようになりましたね、うん、完全になった、完全になったし。で、僕これ確信したのが、はい、次回予告、はい、第7話の予告、はい、ほぼ手話。ああ、全部手話です。すげえな。音のセリフ、音だけのセリフなかった、一個も。もうさ、なんかこう、最初は、やっぱり、うん、あ、こっちを信頼してくれてるんだなって思ってたんですよ。うんうんうん、その、こう、見てな、僕最初の方に、このドラマ見てないと面白くないって話したんですよね。うん、その、普通のドラマは、音で聞いて楽しめるようにしてるから、なんかながらでも。ね、お皿洗いながらとか、ご飯食べながらでも見れるのが、テレビドラマになっちゃってた。でもこのドラマは、うん、真剣に、うん、こう、テレビの前とか、そのスマホとかを、真剣に見てくれる人ですよねって言って、うん、信じて作ってくれてると思ってたんですけど、うん、この段に来てね、うん、試されてるんじゃないかと。そうね。もはやね、もうお前ら、ここまで来たんだから、ついてこれるよなって言われてるくらい、すごい、もうどんどん攻めてる。ね、ヘラヘラ生きてきたから。ヘラヘラ生きてきたんだよ、俺ら。ここらでしっかりしてみませんかっていう。そう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 。スパルタですよね。スパルタですよ。スパルタドラマだよ、これ。でもね、その予告が、ほぼ 100% 手話の会話だったって、僕がツイートしたら、うん、あ、気づかなかったみたいな。いや、そういうことだよ。あ、そうかみたいな人がたくさんいて、うん、これいかに、聴者、うん、ヘラヘラ生きてきた聴者たちを、うん、手話の言語世界に誘導できてるかっていうことですよね。で、まあ、字幕入っちゃってるからね、うん、その手話を直接分かってはないんだけど、いやいやいや。これでもう一回見返してみて、うん、その手話リスニングじゃないけど、うん、手話を見て、
理解できるようになったら最高ですよね。字幕隠してもストーリー終えるみたいな感じに、最高ですね、視聴者の人の何割かとかがなったら素晴らしいなと思うけど、まさにそういうようなことが起きているっていう。いや、だからもうしっかり調教されてますよね。うん。もう本当に。なんていうのかな、その、聞き流しで、その、語学習得するやつあるじゃないですか。はい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 。みたいなやつとか、まあ僕らが留学してるにもちょっと近いのかな。はいはいはい、はい。なんかそのぐらいね、スムーズに、こう、世界観をクワーッと拡張させられているような、感覚がすごいありますね。ありますあります。いやでもね、これいつ言おうかなと思ったんだけど、ちょっと今言っちゃおうかな。何？あのね、結局みたいなところも僕の中にあって、うん、素晴らしいドラマです。うん、で、聴者とろう者っていう、うん、で間には境目もあり、うん、溝もあり、うん、でその溝にいて右往左往している人もいて、うん、みたいなことが今回そうくんに関して、そうですね。描かれましたけど、ああ、なるほど、とか思うじゃないですか。うん、はい、僕はヘラヘラ生きてきた聴者側の人間なんで。はいはい、で、このドラマのことを考えて、はい、寝て、はい、で、起きて、来る途中、ここに来る途中に、その予告のシーンを思い浮かべながら、あ、来週どうなるんだろうな、みたいな、なんとなく考えるじゃないですか、僕は。まあまあね、なんとなくね。その時、自分の頭の中で、カホさんが喋ってるセリフで再生されちゃったんですよ。ああ、その、あるはずのない音声が頭の中で流れたってこと？カホさんのセリフが音声でした、うん。ああ。その、なんだっけな、振ってくれていいよ、みたいな、はいはいはい、セリフが、結構核心となるっぽいセリフが、手話で行われてたのを字幕で僕は理解しただけなんだけど、それ一晩寝かした結果、今まで見てきたカホさん像とカホさんの声知ってるからさ。まあね。なんか勝手に咀嚼してダイジェストして、頭の中で再生しちゃってたんですよ。はいはいはい、これ結構ショックなことじゃないですか。え？そのダメなことじゃないですか。そのああまあね。聴者の理屈で結局自分が引きつけようとしてるというか。まあね。というのは結構自分で、あ、これは理解してるというか、このドラマを大切にしてるし、大切なドラマに出会えたな。で、自分のこう視野を広げてくれてありがとうの気持ちがあるのに、結局はこう聴者のバイオリズムに戻そうとしてる自分の体みたいな。まあね、相手の言語をちょっとまあないがしろにしてるじゃないけど、うん、いやなんか僕もその、例えばなんかニュース映像とかでなんか外国の人のセリフに、はい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 、セリフっていうか言葉にインタビューとかにわざわざなんか日本語をこう被せていって、うん、後ろの方でずーっとその人が母国語で喋ってるのがうっすら聞こえながら日本語が乗っかってるの、わかる。僕ちょっと気持ち悪いなって思うんですよ。なんか、ああいう感覚、うん、に近いかもしれない、うん。そうそう。それだったら、その字幕の方が、うん、あの、まだ、なんか、気持ちだけの話なんですけど、うん、でも確かに脳内で再生するとなるとそうなっちゃう。うん、とか、そのハリウッド俳優の人で、うん、日本人の声優が、もうなんかお馴染みになってる人いるじゃないですか。この人にはこの人が声当てるみたいな、はいはいはい。で、その人の吹き替えばっかりで見てて、その人が来日して、その人の地声を聞いた時に、うん、相当デフォルメされてて、意外に普通の声だった時に、あ、なんか違うもので体に入れちゃってたな、みたいな。ショック受けるときあると思うんですけど、なんかそんなようなことが僕の中であって。なるほど。調教されてますよ。うん、完全に。それは素晴らしいことですよ。うん。うん、まあそうなんだけどね、うん。すごいことだよ。このドラマがすごいってことだよね。そう、このドラマがすごくて、それも分かってるつもりなんだけど、うん、やっぱり、その、ただの感想で終わらせてくれないっていうか、まあね。その引き続き悩ませてくれる、来るっていうか、くれるっていうか、みたいな目に僕は今あってます。そうですね。うん、もう、っていうかもう6話が、うん、もうそのことをもう一度こう叩きつけられた感じがするですね。かもね。まあ1話から5話までは明らかに聴者側の話で、うん、で主に紬と湊から見た今回の出来事っていう話だったんだけど、うん、6話に入った途端に、うん、まず蒼君がどういった経験をしてきたのかっていうのが、蒼君側で突然語られ始めて、うん、そうで奈々さんの話だったので。これ後半は、ろう者の目線でいきますよっていうことなのかなっていう。いやー、でもちょっとね、それ、うん、それは展開予測だよ。まあまあ展開予測ですけど。いやー、でも、そのギアを、明らかに6話で、ガチンってギアを変えてきた感じはしました。いや、だから。視点人物が聴者じゃないっていうこと。それが怖かったもんだって、なんか物語のその転換が。うん、なんかこっちはさ、その、あ、そうくんで行くのねって思ってたら、うんうん、なんかあれよあれよという間に、あれあ、こっち行くんだ、みたいな。ね、え、7歳行くのこのドラマにおいてそれ何回目なのって話。そう。だから、そう、意外とね、今までもずっとやってるんですよね。うん、なんか、うん、あ、こっちじゃないんだ、みたいな、うん。ずっとなんかね、その、
変化球の剛速球投げられてるみたいな感じで、うん、しかも知ってる球なんですよ。そう、知ってる球なのよ。いや、知ってる球だけど、ここで来んだ、うん、しかもすごい勢いの球が来るみたいな、ね、ビデオで分析はしたけど打てるようにはなってないっていう。打てないよ。だからね。そうそう。ちょっとまあ、でもちょっとね、ここまでね、やっぱりね、はい、我々ちょっと真面目な話しすぎたよ。お、やっぱさ、もう今回はナナさんだよ。うん。いや、そうなんですよ。ナナさん主人公。その話になっちゃうよ。なっちゃいますよね。もうそこの、うん。しかもやっぱもう、偏差値下げるよ。もう、ちょっとさっきまでちょっとなんか、聴者か老者かとか、いう話しちゃった。はい、するべきだ。それは偏差値高い話じゃない。いや、そっか。真面目な話。まあまあまあ、真剣な話。もうちょっとさ、なんかさ、気持ちの話をするとさ、うん、もうね、この1話で大好きになっちゃった後に、ぐっちゃぐちゃにされちゃったよ。うん、あれ、すごない、うん、俺なんか、なんか3話か4話くらい前の時、あのリュック開けの時に、悪女が出てきたぜとか言ってヘラヘラしてたけどさ、うん、いや違うよ、うん、あの人は、うん。ってなっちゃったからもう気持ちの入り方も、全然もうすごいギャップがあって、うん、で、そのギャップを見せつけられた後の最後だからさ、うん、もうぐちゃぐちゃに泣いちゃいましたよ。うん、だからもう7中心で見た時に、うん、いやー、もう他の人たちがあんま好きじゃなくなる部分もちょっとだけある。あ、でもね、そう、危ないけど。ちょっとだけ。危ないけど、ほんとそうなの。全然ちょっとだけよ、マジで。だからやっぱり、今までもそうなんですけど、はい、なんかこう、こっちに肩入れしそうになった時に、顔叩いてくるドラマだなって思ってたけど、うん、6話全体でそれやってきたなって感じだった。うんうん、だって、5話で、その、紬と湊にしっかりけじめつけたんだから、うん、そりゃこっち行くだろって、って思ったところで、うん、バーンってこう顔引っ叩かれてる、ね、結構急なんだよな。しかも奈々さんをこんなにがっつり描くってやっぱ思わなかったし、うん、やっぱ夢の中のシーンの話しちゃおうかな、どうしようかな。うん、まあね、でもした方がいいんじゃない。まあね、いや、あれを最初あれはやっぱしなきゃダメだ。あれはもう圧倒的な神シーン、圧倒的だった。テレビドラマシーンに残る圧倒的な、本当にね、もうあの本当にこれこそ語るに落ちるから先に話しておきたいんだけど、本当、うん、すごかったよ。本当にすごすぎる、うん、でしかも一発で意味がわかる、うん、あのあれがやってることのなんかこう凄さというか、うん、でそれが夢であることも一瞬で分かって、うん、あれだから切ないの、うん、でそれで、うん、夜に見る夢でもあるし、そう、その夢見る夢でもあるっていうので、う、もう夢の使い方としていくらなんでも正しすぎるし、うん、で実はここがこうなってたとか、実はここがきっかけなんだとか、うん、っていうのをこう解説いろんな人から聞いて、うん、あ、そうかそうかっていう、こう理解が深まってくっていうことは後々あるかもしれないけど、うんうん、でもやっぱあの腕時計の振動で目覚めたところで、うん、100人が100人、ああって、ほぼほぼ理解はできるので、うん、あ、そっか、やっぱおかしいと思ったんだよね、っていう、うん、その違和感と幸せ、うん。で、その瞬間、ナナさんは夢であることに気づいてないけど、うん、僕らは気づいてるっていう。うんうん、そう、気づいてんのよ。あ、これ夢、あ、これ夢だよね。で、それぞれのタイミングでこう、バーって視聴者はみんな気づく。で、やっぱ毎回、もう本当にこれも分かりきったことだけど。分かりきったことなんだけど。でももうその、こう、音のない世界で、うん、その、音のある世界を生きてる二人、うん。だけど、そこに音はないっていう。うんうん、この、これすごいよ、うん。で、一個一個の夢の中でやってる行動がもう当たり前だけど、もう、その音がないとしない行動。うん、そう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 。まあ、できないっていう言い方は僕はあえてしないけど。そう、できないじゃないの。そう、しないという選択を彼らが取っている行動ですね。例えば、ハンドバッグを手に持つとか、うん、横に並んで歩いて手をつなぐとかっていうのは、可能ではあるけれども、うん、手話で会話をするスムーズさを優先した場合には、うん、後回しになる行動なので、うん、やっていないという行動をしてるんだよね。で、しかもやっぱ、あそこはもうあくまでも憧れなんですよね。うん、その、なんかこう、それができないことが、うん、あの、なんかダメとか、うん、あの、劣ってるっていう方向じゃなくて、うん、ただシンプルな、その、ないものねだりって、誰にだってあるじゃないですか。うん、その、こんなことができたらな、うんうんうん、あんなことができたらなは、誰にでもあることで、それをね、あれ一発で見せてくるのもすごいし、あとね、なんかそれに、しっかり、切なさを感じるというか、その、どういう意味かっていうと、あのね、ナナさんが、
そうくんのことが大好きってことは、うん、明文化されてないし、うん、そのエピソードもしっかりやってないはずなのに、うん、我々はなんでか知んないけど、ナナさんはそうくんのことが大好きっていうのを認識しちゃってるのよ、うん、で、その大好きな人とやりたいことあるよねっていうことに嫌おうなく共感する、うん、なんかそこはそのなんかこう単純な私はこういうことができないからとは違って、うん、彼は好きな人と叶わないけどやりたいことあるよねっていう、うん、なんかねこうねあの、うん、僕はそういう感情になったことないけどアイドルの人と好きになって無双することとか、うんうんだから俺みたいなオタクだと、その中2とかの時に二次元に来て、みたいな、ああいう感じなのよ。確かに、そういう普遍性があって、そう。その、この気持ちは分からないっていうことはないな。絶対分からないことないのよ。その、長者ではあるけれども、そう。それを一段、こういう風に、そう。普遍化して、夢として描かれちゃうと、そう。この気持ちは全員分かるよね。全員分かるの。っていう、うん、その、いやいや、障害違うから、うん、その気持ちわかんないでしょ。そう。っていうのが一個今回のテーマではあるんだけど、うん、少なくともあの夢のシーンに関してはね、うん、気持ちだけはわかるようにちゃんと作られていて。だからやっぱ同じなんですよ。うん、そうね。いやー、あれもな、産方さんが。同じなんですよ。産方さんが予告してくれてて。仕掛けやがってね。ちょっとね、そのシーンが近づいてきたなっていうところで、やっぱ、やっぱもうギャンブラーですから。え何がギャンブラーですから。ギャンブラーでなんでギャンブラー、なのっていやこれはねこれ友達なんじゃないかと思って。そうそうあのね産方さんがツイートでねそうあのソウが初めて、うん、あの習った手話がわかりますっていう、うんはい、もう放送そう前にねそうゾクゾクするようなツイートをしてうわーと思って、うん、もう直前にもうそうですね。馬券売り場に滑り込んで。で、やっぱり考察系 YouTuber だから、そうです。だって当てる、そう、犯人当てが仕事なんだから、当てても外してもいいんです。馬券買わないが一番恥ずかしいんですよ。で、ギリギリにね、ギリギリに駆け込んで。駆け込んで。友達で、友達でっつって、単勝行ってくれ。単勝行ってくれ。行ってくれ。って思ったら、同じでした、ね。同じでした。あれ、誰も当てられてないです。誰も当てられてないです、もう。でもその同じを、うんなんか同じでも違うっていうのをなんかこういっぱい見せられた。そう、うん。だからあの階段のところね、多分六本木だと思うんですけど、うん、あそこで一緒にするなってこと。そうそうそう。っていうので同じじゃないっていう、うん同じって言われた人に同じじゃないって言ってしまうっていう層の葛藤が描かれていたりとか、うん、まあだから結局は個々人なんだっていうことに帰着するとは思うんだけど。個人だっていうことに帰着する？うん。うん、だからね僕はその恋愛の組み合わせみたいなものが、うん、この話の最終回答みたいなものには。なってほしくないし、なんないんじゃないかなと思っていて。別にね、誰と誰もくっつかなくてよくて、一人一人が。言ってますよね。いや、そうなの。でも一人一人が、その、自分を愛して生きていければ、俺それでいいと思ってるから。まあね。そのために、人を、ま、巻き込んでしまっているっていうのが、恋愛のくっつくとか別れるっていうことだと思うから。だから、それの、うん、そう思わせてくれるのって、うん、やっぱり誰一人取りこぼさないっていうところを、6話で感じた、うん。なんかこう、だって、僕も、これは群像劇なんだって思ってたんですけど、うん、いや、ナナさんをここまで描くってことは、うん、そりゃ群像だろうっていう。そうね。うん、だから今ね、ぜひね、うん、サイレントドラマで画像検索とかしてみてください。ポスターが出てきますけどね、うん、笑っちゃいますよ。こんな話じゃねえじゃねえかよって。左側でバックハグしてる、ソウとつむぎがいて、うん、その他の人たち、みたいな感じで、その顔8分の1とか10分の1ぐらいの大きさ で、しかも縦に圧縮されたですね、横長の長方形に詰め込まれた、港とかですね、ナナさんとかがね、でもちょこんとね、右にね、いるんですよ。でも我々はそこの大穴に泣かされてるわけですよ、毎回。いや、違うじゃん。港主人公でしょ言った後に、ナナさん主人公でしょって言って。この後またね、誰かわかんないけど、ハロー先生主人公じゃないか、とかね、なるわけですけど。ああ、でもだいぶあざといポスターですね。いや、しっかけてくる。でも俺なんかね、今回、はい、その、うん、と、やっぱ前回も含めてなんですけど、はい、俺ね、あの、僕、やっぱラブストーリーとか、うん、ラブコメっていうのをどうしてもなんか見れなくって、うん、今までも、うんで。なんかなかなか見れなくて、でもこれなんで見れるんだろうと思ったんですよ。はいはいはい。これね、一個わかった。あの、これね、わしらの話なんだと。おこれ、やっぱね、ラブストーリーって基本的には、う
なるはずのない私の話なんですよ。基本。はいはいはい。キラキラした世界だったり、うん、こんな恋がしたいなみたいな理想像だったりするものが描かれて、うん、それのね、疑似体験をさせるっていうのが、うん、僕は、多くのラブストーリーだと思うんですよ。はい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 、僕、あまたのドラマ見てる、大島さん、違うと思ったら止めてください。はいはいはい。でも僕はこう思ってるんですよ。うん、だから、僕、そのシミュレーションに乗っかれないの。その、なんかこう、恋愛シミュレートじゃないけど、うん、なんか、俺はこうだったらなとか、うん、この、なんかそこに気持ちに入っていけなくて、うん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 、いや、どうせ俺とは違うし、みたいな気持ちが入れないって思ってて、うん、むしろ、その周りにいる人たちのことの方がわかる。うんうん、その、普通のラブストーリーで出てくる人たち、はい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 、その恋が実らない人たちの側、うん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 、むしろ当て馬側とかね。そうそうそう。だから、はいはい、なんか結局ね、そのなんかね、こう、ラブストーリーっていうのは主演二人の周りに屍が積まれているっていう印象になっちゃうの。わかりやすい。で、俺はその屍側なんだって思っちゃうのよ。見てると。じゃあつまんない。で、つまんないでしょ。だから、ここの真ん中で勝利したって、でも違うのよ。それがいい悪いの話じゃなくて、うん、その二人残ったっていう側に入り込むことがラブストーリーの楽しさっていうか、うん、そのシュミレーションなわけじゃない。はい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 、で、それは、なんだけど、でもなんでそれに、感情移入しちゃうかっていうと、うん、それがかつてあったそれだったり、うん、またはあるはずのなかった、そうしたかったけどできなかったも願望を叶えてくれるからそれにみんな、うん、楽しむわけじゃない。はい、疑似体験なんだから、うん。でも僕はそれに乗っかれない。うん、でも、やっぱサイレントは、うん、そんね、屍にしないんだよ。うん、なるほどね。そうそうそう。いや、わかるわかる。周りの人たち、うん。っていうことはどういうことかっていうと、うん、ちゃんと俺たちの話にしてくれるだろう。うんうん、その決して、こう、なんか、幸せなばっかりの恋愛をしたわけではない。うん、こう、一個一個別れとか、うん、喜びとかもいろいろ経験してる。それが人間じゃん。うん、普通の人間なんですよ。うん、その、僕たちと同じ人たちを、うん、本来だったら屍になるはずの人たちを、うん、しっかり生きてるんだよ、うん。ここにはいるんだよっていう風にしてくれるから、うん、やっぱり、気持ちが入るし、うん、わかる、泣いてしまうし、うん、それが僕が他のラブストーリーはいけないけど、うん、これはすごくいいと思う、うん、大好きな理由の一つなんじゃないかなって思った。あ、いやもうね、おっしゃる通りでめっちゃわかるんですよ、うん、でもうね言ってしまうと、うん、まあ、宇賀さん違うっておっしゃるかもしれないけど、うん、これもうラブストーリーとして成立してるのかと思うと、うん、意外と危ういんじゃないかっていうぐらいに僕は思っていて。そうですね。だからそのラブストーリーってカテゴリーですよね。そうそうそう。こうラブストーリーってタグをつけて、ツタヤの棚に置いていいのかってことですよね。堂々と置いていいのか問題だから、うんうんうん、まあこれジャンルっていうものが抱えるそもそもの命題なんですけど、これラブストーリーっていうのは、じゃあヒューマンドラマとかと何が違うかっていうと、うん、そのラブっていう部分に関して誇張してますよっていう話じゃないですか。ああ、いや、それもわかる、うん。ラブを飲み込みやすいように、そう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 、ハート型の錠剤に入れてますよみたいな。そういうことですよね。だからもう結局そこの登場人物たちは、ラブを煎じて煮詰めたような人たちだから、うん、ラブ以外のこと考えてないし、そう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 、他の生活とかほとんど描かれてないしっていうこと。こと。でもそれが目的なんだもん。そう。そのために、うん、そのラブの世界を感じるために作られているジャンルなので、人間は、人型をしていなくて、うん、ちょっとハート型になってるわけじゃないですか、人間は。ちょっと肩がこう盛り上がって、ハートの形に、ちょっとなってるわけじゃないですか、ね。どういう例えなの？ラブ人間になってる。そう、ラブ人間にちょっとなってるわけじゃないですか。ね、うん、で、それを許す、うん、ものなわけじゃないですか。そう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 。読む方もやる方も、うん。なんだけど、そんなことをあんまやってないというか、やってない。そのラブを受け入れやすい、こう、うん、ハート型の錠剤に入れてくれないで、処方してるから、飲み込むのは結構大変なんだよねっていう。そう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 。結構苦い漢方です。苦い漢方。苦い漢方なんだよ。そう。で、それは具体的に言うと、うん、こことここがきっちり両思いですとか、うん、こことここがきっちり片思いで、きっちり振られましたとか、うん、そういうことが今までなかったわけで。ない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 。で、今回のナナさんとソウの間にある感情も、うん、具体的に、こう、今まで僕らが、こう、ハート型の錠剤に入れられて処方されてきたようなものでは絶対にないっていう。絶対にないよ。ことだから、高野さんがそのラブストーリーだけど見れたっていうよりかは、ラブストーリーとしては難しい方だっていうのが大前提としてある気はするんですよね。そうですね。もう多彩で、だから複雑なんですよね。そう、複雑なものを複雑なまま出している。うん。で、でもできるだけ、こう、
こう、酔って酔って、こう、束にして、繊維にして出してくれてるので、受け取ることはできてるっていうのが、なんか、構造かな。そうだわ。だからやっぱこれ、そう、だってそこに加えてさ、うん、見てないと分かんないんだもん、音がないから。うん、だし、1話飛ばしたら終わりですからね。そう、終わりなのよ。これめちゃくちゃ複雑なことを、実はやってるのに、うん、なんか、見てる方は、うん、一様に感動してるじゃん。うん、あの、今のところ、なんか反響とか見るに、うん、それってやっぱとんでもないことやってますよね。うん、今回、その港がそうに、うん、ちょっと性格悪くなったね、みたいなことを言われて、うん、モテたいからね、みたいな、うん。あれだって前回見てなかったら、うん、意味わかんないセリフだし。意味わかんない。かといってあらすじとか読んでも載ってるセリフじゃないから。うんうん、ああいうのになんかあの、フワーンって言って突然フラッシュバックとか入れないもん。ね、前回の映像とか、ね。全然入れてもいいと思うけどね。もうちょっと入れてもいいと思うけどね。やんないんだよ。だから俺たちは試されてるんだから。ついていきましょう。ついていきましょうよ。はい。うん、というのがこう、ざっくりした感想で。ざっくり。ここから、はい、丸2、丸3、丸4で、こう、はい、場面場面ごとの、そうですね。細かい感想を話していこうかなと思っております。はい。でね、あの、YouTube で、ご覧の方だけお気づきかもしれないんですけど、はい、サムネをですね、こう、ドカンとベタ割りしちゃってると、あの、自動字幕で読んでる人が、なんか読みづらいらしい。ああ、そうなの？という意見をいただきまして、ちょっとだけね、サムネをギュッと圧縮して、字幕を入れるスペースを作ってみてみたり、見てみなかったり、ちょっと実験をしておりますので、あまあまあ、いろいろ。全然意味ねえよという声があったらやめますし、そうですね。まあ、ただ結構ね、精度は高かったりして、うんうん、これからも字幕として多分、こう、高性能になっていくような気はするので、うん、そうですね。だから YouTube 自動字幕機能は、はい、あれ見てみたら本当に精度高かったか。結構高いんですけど、うん、でも二人でやってるものの難点としては、うん、どっちがどこまで喋ってるか全然わかんないっていうのがある。うん、まあ、あと俺らのずっとこうお互いのセリフ食い合って喋ってるから、そう言葉のつなぎ目が大体終わってるっていうのがあるんですけど、まあちょっとなんかあのマイナーチェンジしていこうかなと思っております。はい、無限まやかしは YouTube と Podcast で配信しております。YouTube のチャンネル登録やいいね、Podcast 特に Spotify のチャンネル登録と、5点満点の星付け、はい、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、おしまいそきでした。高野湊でした。やっていきましょう。やっていきましょう。ありがとうございました。高野湊です。無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオ番組でございます。木曜フジテレビ2020年秋クールのドラマサイレントについての、はい、第6話感想2本目でございます。2本目です。6の2でございます。はい、今回はね最初の場面から追っていこうかなと思います。もう追っていかないといけないけどね、きついよね、うん、きついですよ。もう、うん、もうなんか話しながらちょっと泣いちゃうかもしれない。なんか、まあ、そうですね。層のね、うん、視点からそう、今回は層が、まあ、耳が聞こえなくなっていく、うん、まあ、ろう者と言っていいのか、うん、微妙なところから多分始まってますよね。そうですね、あの話はね、うん、で最初の思い出がまあこれも苦い思い出というかね。ねえ。もう出来事としてこうエピソードトークとしてまとまってるほどのことではないんだけれども、うん、なんか嫌だったことって、そう。本当に覚えてますよね。本当に覚えてるよ。もう。あのぐらいのなんとなく嫌だったことを100個出せって言われたら、3時間ぐらいで人生でできるかもしれないけど。できる、できる。できちゃうよ。で、そうくんの多分あのレベルの嫌だったことはそうくんの中にも多分100個ぐらいあるんだと思うけど。あるある。うん、わかりやすい、僕らにわかりやすいのはあれだったってことですね。で、しかもなんかそれが、やっぱ別にそうくんのせいじゃ全くないんですよね、うん。それが本当に苦しいんだよね。ね、で、さらに苦しいのは、うん、それで、すいませんって謝らなきゃいけないっていうのが。なんだよ。そうなんだよ。っていう話ですよ。ね、本当に。サッカーに誘われてさ、
うん、桜くん、そこまでしなくても聞こえた？でもここからちょっと、聴者しかいない前提の世界コミュニケーションだなーっていう。うん、ね、サッカー部やめたんだよね。で、俺たちフットサルのサークルやっててさ、ちょっと助っ人で来てもらえたりするっていう、もう、中身は何のことはないやつなんだけど、こう、トントンってこう、机を。本当に嫌だ。悪気はないのかもしれないが、気持ちは考えてないよねっていう。何なんだろう、そのままの悪意でもないから、怒ることもできないし、多分怒ったら、え、何が？みたいな。え、俺らだってちゃんと向き合ってんじゃん。みたいな、こう、口を尖らせてしまうような反応を多分引き出しちゃうんじゃないかなっていう。だから謝るんだけど、そうはさ、今までも異様に人に謝ってたじゃないですか。そうなの。で、あれは8年前にみんなから縁を切ったことに関して、一人一人に謝ってたっていうことなのかなと思ったんだけど。あ、そうなんだ。僕はもともとそう、あの謝罪暗夜ですよ、はいはいはい。この6話より前の謝罪暗夜、はい。謝りすぎだろっていう、うん。に関しては、その自分の行動について謝ってるのかなって思ってたんだけど、それがもっと些細な日常から発生してる、謝り癖に起因するものだったんだ、っていうところに、納得と同時に苦しい気持ちになりました、僕は。うん、ああ、もう元気出ない。ほんとね、思い出したくないのよ。これ2分の1だから、やめようよ、もうこれ。あのね、このドラマで、なんかね、あのね、こういうのを直接描かないところもすごいって言ってたじゃないですか。例えば、あの、つむぎちゃんは、あっからさまにその、パワハラとセクハラを受けてる。でも、それをつむぎちゃんの口からだけで、やることで、不愉快にはさせないが、切実さは伝わるっていうようなこと。それを徹底してたと思ったのに、ここだけはなぜ逃げないと思った、まあもちろんね、もっと嫌なことも、いや、もっと嫌なこともいっぱいあったと思うんですよ。いや、そう、もっと嫌なこともいっぱいあっただろうけど、だってさ、もうその後のパトカーもさ、パトカー呼ぶの高いんだぜ、あれ。ああ、そっか、撮影の話になっちゃうけど、また。高いぜ、本当に。警官がね。わざわざさ、呼び止めてきてね。そう、辛いシーンのためにさ、ね、でもさ、あれはね、逃げちゃダメってことですよね。うん、もう早く終わらそう。あの警官の話は。ね、本当にね、あのね、これ聞いてる人もね、多分ね、思い出してね、あいつをぶちのめしたいっていう気持ちになっちゃうとね、辛いからね。そう。で、警官が、まあ、イヤホンダメだからって言って、その、自転車に乗りながらイヤホン聞くのは、まあ、条例でもちろんダメなんだけれども、そこでさ、まあ、ごめんごめんとは言いつつも、もう全く悪びれないんですよね。そう、全く悪びれない。で、こっちはこっちで注意しなきゃいけないし、なら、なおさら気をつけてねっていう、どういう意味？そうそうそう、耳悪いならなおさら気をつけてねって。うん。うるせえよ、みたいな。どういう意味？気をつけてなかったってことなんですかっていう。これはもうね、権力側仕草だし、そう、マジョリティ仕草だなって思って。で、共通するのは戻るけど、フットサル誘ってきた大学の友達、うん、あれも、ノリ悪そうだったし、みたいな。そう、だから、ね。例えて去っていくんですけど。そう、あれ両方とも言えるのが、うんうんうん、あの、なんかこう、自分が罪悪感に耐えられないんですよ。うん、そう。あの、それはね、俺もわかるけど。わかる。自分も別にやっちゃうことはあると思うし、うん、その自分の心の中でやってることもまあありますよね。そうそう。だからもう、あ、俺悪いことしちゃったんだっていうのに、うん、大抵の人が耐えられないから、うん、なんか、あの、捨て台詞吐いたりして、うん、俺じゃなくてお前が悪いんだよ、とか。うん、とか、どっちにしろその結果にはなったし。そうそうそう。みたいな。責任を、広げることによって、そう。こう、自分の気持ちを軽くするために軽口を叩くっていうことは、うん、まあ、マジョリティ仕草ですよね。まあ、だからそういう意味でも、やっぱり脚本としては本当誠実だと思います。うん、あの二人は僕は明確に悪役が出てきたなって思いそうになりつつも、うん、いや、でもやっぱ人間だなっていう。はい、そう。ただ、なんかこう、その、悪役として、主人公に不快感を与えたり、傷つけるために出てきたんじゃなくて、うん、いやー、それも人間だよねって思えることをあんなに短い時間でやったのは、本当に鮮やかだし素晴らしいとは思うけど、もう二度と見たくない、あの場面。あのシーン飛ばしちゃった、二回目見るとき。二度と見たくない、本当に。で、初めてかも、このドラマで。わかるわかる。それくらい、だからいいシーンってことなの。逆に言うとね。そうなんです。ダメージが強いんだよね。そう、ダメージが強い、あの開幕で。で、またさ、警察に言われてから自転車降りてさ、っていうのもさ。そう、だってあそこで自転車で移動してるんだから、自転車で移動したかったはずなのに。そう。え、なおさら気をつけるって何なんだろうって思ったら、あ、もうじゃあ注意されないようにするしかないのか。そう。ってなったら押して歩くしかなくなっての、サイレント。いや、そこでかい。そこでかいなのよ。そこでかい。っていうね。うん、もう最悪だった、本当に。最高っていう意味で最悪よ。うん、最悪の開幕ですよね。うん、なんで最悪なのかっていうと、そうそうそう、やっぱりね、似たことをやってしまったことは、
別に長者だからとかじゃなくて、何かのマジョリティである限り、人は絶対にあって、やってるやってる。なんか本当に例えばですよ。うん、本当に例えばですけど、うん、その沖縄出身の人とかと会話するときとかに、うん、やっぱりこう、まったりしてますねとか。うん、ああ、そういうことね。それをさ、良かれと思って、こう、やるけど、はいはいはい、その向こうはどう思ってるかっていうのは最近でこそやっと語れるようになったけど、いやもうそれ知らんわみたいな、向こうの立場になってみて考えてみれば確かにわかるんだけどみたいなことをやっちゃったことがない人は絶対いないので、ないのよ。だからそれも含めてえぐってくんのよ、うん、だからこっちはこっちでそのなんかあのと自分の罪悪感に耐えられないから、うん、あのシーンを見たくないっていう拒否反応で現れてるから、うん、実はあそこに出てる警察官の人と、うん、あの大学の同級生と、うん、心理は同じなの。心理は同じなんですよ。あれを見てる時の俺らの心理って。同じ癖は心の中に絶対あって、うん、ある。で、それは完全に切除することは多分ね、死ぬまでできないんだっていう。ないんだよ。辛さがありますね。だから、厳然と存在する悪っていうほどでもない、性質とか仕草みたいな、法則、うん、みたいなものだよね。もうほとんど法則みたいなものですらあると思うんだよね。もうやめよう。なんで二度と見たくないシーンのために8分喋ってんの？こんなに喋る予定じゃなかったよ。助けてくれ。もっと言うことあるじゃん、そう。助けてくれ。で、その後ね、就活セミナー行くんですよ。そうなんですよ。あの、エレベーターに駆け込んできての出会いっていうのが素晴らしいですね。いいですね。ちょっと喋っちゃうっていうタイミングでもあるからね。で、しかもその後、うん、お互いに譲り合っちゃうっていうのも、いいですよね。うん、出るときね。こう出るときに、こう、お互いにこう、ドア開くボタンを押して、ね。細かいですよ、ああいうところも。ああいうところがいいんですよね。ああいうところでなんかちょっと、繋がり合えたっていう、うん、ちょっとだけ笑みがあるんですよね、うん、あのソークにも、うんうん。まあそこから入って、うん、だからね、入りがスムーズなんですよね。入りがスムーズ。恋愛の入りがスムーズだっていうのは、うん、まあちょっと違うけど、その紬と、誕生日プレゼントで同じイヤホンを渡し合ってたみたいなにちょっと近いものを感じた。あ、うん、あの本当にね、なんかね、こうギリギリのあるあるついてくるのよ。そう。ギリギリフィクションとノンフィクションの狭間みたいなあるあるをついてくるから、うんうん、そう。これがなんか凡庸すぎると、うん、いや、あるあるすぎるとね、うん、僕らもやったことありすぎると、うん、いやいや、それで始まらないよとか、うん、ちょっとドラマ、ちょっとそんなことありえないよってなっちゃうんですよ。確かに。で、これがドラマチックすぎるとないないになる。うん、どっちにしろないないに、ないないになるんです、うん。あるあるすぎてもないないになるし、ないないすぎるとそもそもないないだし、このね、狭間のところをついてくる。あるあるって口では言ってるけど、そうそうそう、あれあるかあるかも。そうそうそう、直近の記憶で別にあったわけではないみたいな。そうそうそう、ないけど、でも素敵だよねって言って、うん、こういうの始まるよねってくらいの、いかれてくんですよね。はい、で、その、ろう者の方向けの就活のイベント。うん、そうそうそう。ろう者難聴者対象就活支援セミナー会場っていう風に書いてありましたけどね。そうそうそう。で、すでにエレベーターの中でもう筆談してるんですよね。うん、そう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 。セミナーって言って、そうそうそう、7は友達がいるんですよね。そう。で、久しぶり元気って言って、手話で会話してるんですけど、そう。で、それを見ちゃうんです。見ちゃうんですね。そうそうそう。で、話したいって顔してた。そうなんですよ。ね、ここもすいません、何でもないですって言ってますからね。そうだ。すいません、何でもないですって言っちゃった後に、あ、やべって言って筆談で、うん、すいませんを抜いて、うん、何でもないですだけ書くな、うん。もうこれも苦しい。今回はね、うん、あと何箇所かあったと思うんですけど、うん、その口で言ってはいるけど、手話には出してないとか、あ、わかる、筆談には出してない要素が、もう一個ありましたよね。ちょっと後で喋る。ありましたね。後で喋りましょうね。ね、はい、そこもな。そう。これどういう台本で整理したらいいのかがね、ちょっと難しいんですよね。いや、難しいよ。だからもうあの映像にならないとわからないタイプだから、うん、俺ね、話したいって顔してたもんね、うん、よかった。全然進まないじゃない。でもどうすりゃいいの？だってなんでいいかっていうと、はい、あの、だからこう、ろう者の人同士のそのコミュニケーションって、うんうん、あの手話では正確なそのこう、ニュアンスって、手話、うん、オンリーでは伝えることが難しいから、だから表情が大事っていうのがあるんですって。あの、細かい、その、なんかこう、修飾語とかはあんまりなくて、結構ストレートな単語の、うんうんうん、あの、羅列になってくる。だからこそ、表情が豊か。だから、うん、あの、結構序盤から、うん、あの、すごい表情豊かだったと思うんですよ、ナナさんって。うん、あの、でも、それに対してソウ君って、結構その表情は使うけど、そんなに顔変えない。まあ、ナナさんに比べたらね。そうそう。これがその差。うんうんうん、先天的に、あの、最初からろう者の人と、うん、あの、中東。中東の難聴の人の差だ、
を描いてるなとも思いつつ、うん、ってことはやっぱり、ね、表情っていうのが大事なんだと思う、うん。はいはい。だからこれ、奈々さんは、うん、その人の顔を読み取るのも上手いから、そう。そうの顔を読み取ったっていうことも乗っかってるってことですね。俺はそう思った。うん。あ、その解釈は全然成立すると思う。うん、だってそうじゃないと、なんか、いきなり話したいって顔してたって行くの、うん、だいぶじゃないですか。だいぶだいぶ。うん。割とね、聴者のコミュニケーションに限定させてもらうと、うん、ちょっとその関西のおばちゃんぐらいの。グイグイ感はね、ね、だって話したいって顔してたやん。してたやん、自分。ほんまですか？うん、ね、ね、聞くよ、聞くよ、つって、おばちゃん聞くよって。なかなかのグイグイですよね。そうそう。でも、そこには、やっぱり、そういう前提というか、うん、その、ナナさんが生きてきた上で、うん、そういうものを大事にして生きていたからっていうのはあるんじゃないかなと思って。僕らも表情を読み取るけど、うん、その、視覚と聴覚がある僕らも、表情を普段、うん、まあ、使ってるつもりではあるけど、うん、それよりも、より言語っぽいってことですよね。ナナさんにとっては、より意識的に使っているものだっていうこともあるのかもしれない。うん、ちょっと、現時点で、4分50秒ですよ、まだ。ドラマ内の時間。で、現在12分。何してんだよ。ドラマ内でまだ5分経ってないぞ、おいおい。ちょっともう、ドライブかけてこう。ドライブかけましょうね。はい。あの、こう、話すんですよ。で、話すアプリを出してくるんですね、ナナ、うん、さんがね。そうそうそう。で、喋って、ここから、そうが結構喋り始めますね。そうですね。でもなんか悲しいんですよね。うん、あの、大学の授業とかどうしてるみたいなところから始まって、うん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 、あの、あ、補助なしです、みたいなところから、うん、友達にノートテイク頼んだら、うん、って言ったら、友達いないから、うん、って言った瞬間に、すいません、すいません、暗い話してすいませんって言って、うん、で、立とうとするのよ。謝るな謝るのよ。めっちゃ謝るのよ。これもさ、言葉としてさ、うんうん、多分この今までの経緯をあんまり人に説明してこなかったんだろうなっていう、そうくんの若干たどたどしい言葉選びがリアルだなと思って。うん、そうですね。例えば、それまでの友達はみんな一方的に縁を切ってっていう表現って、僕らは知ってるから、そうが 100% 一方的に縁切ったってわかるけど、これ一方的に縁切られたように聞こえなくもないくないですか？ああ、そういうこと？みんなから。ああ、そうか。いや、若干言葉足らずだなって僕思ったんですよ。ああ、なるほどね。で、これが、みんなに喋って、こう、どんどんまとまってきちゃってる話なんだとしたら、ああ、なるほどね。もっとね、スムーズな言葉になってると思うの。ああ、鉄板ネタとかではないっていう。そう、鉄板のエピソードトークだったら、うん、もっと整理されて、伝わりやすい言葉になってると思うんだけど、うんうん、人に話し慣れてないんだろうなっていうのが、それはわかるかも。すごいわかりますね、うん。で、授業中にイヤホンつけるなって注意されたりとか。そうそうそう、あと同級生に突然耳元で大声で話しかけられました。うん、別に何も悪いことしてないのに何度もすいませんすいませんって謝って、うん、謝るの癖になって本当に自分が悪いようなそういう気持ちになりますとか、うん、もうつれえよ、うん、つれえんだよ。これも多分聞いてくれる相手はいなかったから、うん、ナナに多分初めて喋ったんじゃないかなと。そう、これ初めて、まあそれか喋ったけど、うん、あの聞いてくれなかったってことでしょうね。多分こう聞こえないことが多くなってって言ってね、そのあのサッカーで推薦で入ったけど、うん、あの、あいつは指示を聞かない、あいつはチームプレイができないって、そういうのは聞こえちゃってっていうのも、うん、いやー、こういうことあるんだろうなと思うし、ね、そういう、その中途難聴になった人にもあるんだろうし、うん、僕らもあると思うし、うん、だから身につまされるんだよな、うん。で、それでそういうの相談できるところに相談してみても、ちょっと悲しい顔して、何度も相槌打ってなんかの制度とか保証とかを紹介してくれるだけでした。これきついわ。これ一番きつくない？これ。このセリフきついわ。うん、きついし、うん。そういう助ける公的な機関の人たちも、別に悪気があるわけでも全然ないし、その接し方としてマナーとかマニュアルみたいなものがある程度整備されているんだと思うし、それで助かってる側の人も絶対いるんだけど、少なくともそうくんに関しては自分がそういう風に悲しそうに相槌打たれる側だっていうことがまだ納得できてない状態なので、これはそうくんに対しての対応としては、まあ、ちょっと不向きな対応されちゃってってことですよね。で、それで違うのに、ただ誰かに聞いて欲しかった。静かに話だけ聞いて欲しかったんです。うん、ただ不安だってこと言葉にできないのが苦しかっただけでっていうのがね。うん、もう、でも、これも結構すごいのが、うん、割と独白だけで、うん、もう、そうくんの現状だけじゃなくて、もう人生そのものを、なんかこう想像させる。うん、ね。だから今までは、でもそうくんだって結局辛かったんでしょ、この、8年間っていうのを我々は類推することしかできなかったけど、うん、
それをこの最小限で、こっちに追体験させ、うんね、てか追体験した気分なのも、そうくんの気持ちを。具体的な場面は2個しかないのにね。そう。2個しかないのに、そりゃ苦しいよっていう気持ちにさせてくれるんだよな。やっと10分ぐらい行きましたね、多分ね、これで。ちょっとドライブかけてこう、本当に。はい、で、奈々さんが文字を書いてくれてですね。そう。声出さないから大丈夫って言って、静かに話聞いてあげられるっていうのもね。うん。で、これで、で、私は生まれつき耳が聞こえない。でも幸せっていう。この後のさ、うん、音がなくなることは悲しいことかもしれないけど、うん、音のない世界は悲しい世界じゃないっていうのも、うん、これすごくない?考えてたっていうね。何何奈々さんもう考えてたもん。なんかその詩のコンクールとかで、勝ったフレーズなんじゃないの、うん、できすぎてるよ、これはね。いや、でもできすぎてるくらい綺麗だった、うん。でもこれは、やっぱりその音のない世界なんだっていう話なんだと思った。うん、やっぱ、ずっとそうですね、うん。ずっとそうですね。やっぱりもう、世界の断絶、うん、断絶っていうか違う世界なんだっていう、うん、それは、うん、もうその障害云々とかではなくて、うん、そっちとこっちは違う世界なんだよっていうことをやっぱ守備一貫してきて、うん、それをこう、ちゃんと劇中でセリフになった、うん、文字で。そうですね、うん。またね、これ文字書いてるだけなのにね、うん、優しいのよ、うん。文字からあったかさが伝わってくるって何って思っちゃった、なんか。いや、確かにな。ね、優しかったし。左利きですからね、左利き。左利き。左利きだと何なの?いや、あの、文字が、うん、見えづらいから、ああ。このパッとね、開けるまで、あの、全体が読めないっていうのが、ああ。これ左利きでいいなって思いました。なんだよ。いや、そんなことはないのよ。別に、右利きでも感動度は変わんないんだけど、そうですか。左利きだと隠れるからさ。よかったね。いや、なんで別にいいの?なるほど。もうほら、時間がないから。で、はい、悲しい、私は生まれてからずっと悲しいわけじゃない。うん、悲しいこともあったけど、うん、嬉しいこともいっぱいある。うん、それは聴者も聾者も同じ。同じ。あなたも同じって言ってさ、この結びを。はい。もう、スピーチ。これは鉄板ネタ説ありますね、これ。奈々さん。奈々さん。そう。奈々さん。いや、そうじゃないよ、うん。そうじゃないけど、あまりにもね、なんかね、パンチラインが良すぎる。まあね。いい言葉だよ。いい言葉すぎるよ。確かにな。同じ。で、同じを、これが初めての手話か。そうですね。これが初めての手話で、うんうんうん、で、同じを覚えましたと。そうそうそう。なんかその、奈々さんの、うん、なんか励まし方も、うん、すごいよね。うん、目の前に、だから、もうその、要は先の話に若干なっちゃうけど、うん、同じだけど、違うってことが、うん、この話のオチじゃない、うん。もう、違うことに涙するわけだから、うん、でも、こう、あの、今、耳が聞こえなくなっていって不安な相手、うん、元は聴者、現在も聴者の相手に対して、うん、一番優しい言葉が同じって言葉なんだっていうことが、うんうん、かなりすごい、本当に優しいと思う。うんうん、確かに。なんかもっと別の言葉かけちゃうと思うんだよな。確かにな。なんだろうな、同じっていう言葉じゃなくて、うん、いや、なんかこう、大丈夫とかでもないのよ。うん、その大丈夫とか心配ないとか、いう言葉じゃなくて、うん、同じっていう言葉に、すごい、だから安心するわけじゃないですか、うん、そうくんって、うん。なんかその優しさの、うん、だからその優しさが本物だって思うから、うんもうこの時点で、だからこれが巧妙なんだけど、うん、ずっとそうくん視点なのに、うん、この時点で奈々さんのことがめっちゃ好きなの。ああ、そうですね。ああ、それはそうだ、うん。視聴者っていうか、あの、オーディエンスとしては、うん、ここで奈々さんをそうくん目線で好きになるっていう、うん、もう決め手のシーンですね。うんうんうん、で、これは、そうが悩んでることって、うん、その、生きづらいっていうことっていうよりも、うん、もう異物なんじゃないか、自分はっていう。そうそう。だから、この、今までとうとうとかかったってきた中に、うん、その苦しみの本質って、うん、実は語られてない。うん、あの、具体的な言葉にはされてないんだけど、うん、まあ推測すると、まあ自分はどこにも属せないのではないかっていう、違和感、異物感、だと思うんですよ、うん。で、それに対して、いや、みんな違ってみんないいんだよ、じゃなくて、うん、みんな同じ。そうそうそう。だから、属するとか属さないとかじゃなくて、みんな同じなんだよ。っていう、フラットな、視座を与えるっていうのは、まあ、クレバーだし、優しいですよね。しかも、悲しみにも寄り添ってくれてるんですよね。うん、その、こう、うんうん、音を失うことは悲しいことかもしれないけど、うん、音のない世界は、悲しい世界じゃないっていうのは、
なんかね、相手のその、本当はわからない。だからわからないんだけどね。わからないから苦しいんだけど、わからないんだけど、でも、わからないなりに寄り添った上で、うん、で、それで、本当に励ましになるのが同じっていう言葉っていうのが、うん、これがすごかったんだよね。ねだからそれがね、ナナさんのね、本当に優しいんだなっていう。うん、だからその、高野さんは以前から、その外国の人との交流に近いっていう話をしてて、例えばその留学生とか移民っていう設定に近いかもしれないんだけど、うんうん、それで言うと、この生まれ故郷を離れて転勤することは悲しいことかもしれないとか、亡命とかしちゃうとか、することは悲しいことかもしれないけれども、その先の世界が嫌な国とは限らないよっていう、ようなことで、視点としてはやっぱり高野さんがずっと言ってきたことがね、同じなんだなっていう、その奈々さんがやってることでまさに表現されてるなってすごい思った。いいシーンでしたね。いいシーン。本当に素晴らしかったの。もうここでもうずっと泣いてたもん。もう、なんて優しいんだと思って。だから開幕早々ね、うん、まあ最初はそうのナレーションベースだったけど、その次のシーンで、もうこんだけ手話ベースの会話、手話とあと書き文字の会話、っていうのは、これながらやめてっていう。そうなのよ。これお茶碗洗うて止めてっていう。うん、で、またね、あのね、ゆっくりなのがいいの。うん、めっちゃゆっくり。めっちゃゆっくりだった。だから、うん逆に言うとこれあれ、あのドラムロールみたいなもんなの。あの書いてる時のカカカカってやつ。で、それで、何が来る何が来るって思った後に、ちゃんと来た、じゃーんって言って超えてくるんだもん。だから左利き大事ですよ、やっぱ。ああ、そうか、見えないから。そう、膜と一緒ですね。そう、で、こうやってドルルルルルルルッつって。で、パンって膜が上がるように、こう左手がドカッとくっていうね。そうそうそう。だからそこも含めて、なんかこう、必然じゃないですか、その必然だとゆっくりになってしまって、うん。でもそれがドラマ的な演出につながってるっていう奇跡というか、うんうん、これもすごかったんだよね。だから洗い物したり、ご飯食べたり、着替えたりしながら見てると、うん、なんか地味なシーンが終わったなって思うかもしれないけど、うん、それらの手を全部止めて集中してみると、めっちゃ派手なシーンなんですよ、ね。めっちゃ派手なシーンなんですよ。もう溜めて溜めてだから。ドゥルルドゥン。さあ次どう出るか。そうがこう答えた。さあ、奈々さんは何と答えるか。ドゥルルドゥン。すごいこと言ってるずっとやってんだもん、それで。そう。その目線でもう一回見てほしい、うん。めっちゃ楽しいから。うん、めっちゃ楽しい、本当に。うん。うん、っていうね。でもやっぱりね、こう、クレバーで優しい人なんだなっていうことが伝わる、うん、嬉しいシーンでもあったなっていう感じですね。そうですね。なんかこう、本当クレバーっていうのそうかも、うん。なんかこう、ただ感情に寄り添う人とかだったりするわけじゃないっていうのは。うん、で、それがね、こう、僕らが見てきた現在のナナさんっていうのも、第1話から見てきてるわけじゃないですか。うん、で、ナナさんが、あれ、こんなこと言う人だなっていう部分、うん、とは、やっぱりソウと出会ったばっかりの頃とは、ちょっと変わっちゃってるんだなって思わせる部分もありますよね。ああ、そうですか？うん。みんな同じって言ってた人が、そうなの、もうそうなの。分かり合えないから、近づかない方がいいよっていうことを言う人になってしまったっていうか、悪魔側になってしまったっていう、この変化も知ることができるんだよ、このシーンで。そうなんだよ。最初からそういうことばっかり言う人じゃなかったってことが分かる。そうなんだよ、これ。めっちゃ優しいじゃん、最初は。みたいな。最初はっていうか、今もそうには優しいんだけど、すごい厳しいことをズバズバ言う人であるっていうのも、こう、設定としては僕らはもう6話始まる前の時点で持ってるんだけど、そのナナさんとはちょっと違うんだよね。そう、だから本当にちょっと、6話のせいで、記憶塗り替えられてるけど、6話を見た記憶を一生懸命排除すると、ナナさんは悪女でしたよ。そうなんだよ。うん、その時点までは。もう人の恋路を邪魔する悪女ですよ。で、それで、主人公の男の子を誘惑し、たぶらかそうとするサキュバスですよ。まあ、現実っていう槍を持ってる。そう、現実。サキュバスですね。そうそうそう。だったのよ。うん、5話までは。うん、なんなら5話出てないからね。うん、だからもうその印象のまま6話入って、うん、開幕10分くらいで、うん、もうナナさん大好きなんだもん。聖母だったんだって。聖母だったんだもん。サキュバスが聖母。聖母が何らかの理由でサキュバスに化けていた話だったんだ、みたいな。っていうね。っていうシーンですよ。いや、これは本当にね、語っても語り尽くせないシーンですよ。語り尽くせないですよ。いろんなものが詰まってた。ね、ソウ君を描きながら、うん、同時にナナさんも描いてるっていう。かついわ。いかつかった、ね。ここでナナさんも全員好きになってますからね。全然好きになってんの。もう。ね。もう、ソウ君に気持ち入ってんのよ。うん、だから、ソウ君の目で見てるから、ナナさん好きになってんの。うん、6話の夢のシーンとか、うん、6話の最後のシーンとかで好きになったと思ってる人いるでしょう、うん。もっと前に好きになってますから、ね。もっと前に好きになってるんですよ。6話の序盤に好きになってますから、ね、絶対。だって、これは巧妙なのは、うん、最初に徹底的に、一人ぼっちになって孤独になって不安な、うん、ソウ君の目で俺ら見てるわけ。はい、ソウ君の目で見て、ナナさん見たら、うん、
そりゃ好きになるよ。うん、だからあの時点では、あのその、恋愛の好きとかじゃなくて、そうくんとして救われた気持ちになってるわけじゃん、うん、だから唯一、一緒に二人で会う相手っていうのはもうそういうことだなっていう。だから我々も、あのナナさんの言葉にあの瞬間救われてるわけ。うん、こんなに苦しい苦しいっていうのを、うん、あの警察官とかもう二度と見たくないシーンとかを、積み重ねられた上で、救われてるから好きになって、うん、でもそんな人がさ、うん、サキュバスになっちゃったわけじゃん。うん、なんでっていう。ちょっとね、人の話を遮るぐらいになってますからね、6話の後半とかは。っていう話をね。っていう感じなんだけどさ。したいんだけど。今14分ですね。はい。で、現在28分になろうとしてるところです、ね。相対性理論でこう説明しないとおかしいのよ。そうですね。なんか巨大な質量のものが近くにあるのよ。うん、まあ、それがサイレントというドラマなんだろうな。そうですね。どんどん離れていく。うん、ドラマの質量がでかすぎて、この時空間が歪んでるんだと思うんですけど。そうですね。時空歪んでますね。いやー、という素晴らしいシーンから始まったんですよ、というところで。そうですね。今日はここまで。もうダメだ。何本になるんだよ、これ。サイレントをより楽しく見るために、こう、いろんな角度からの感想を述べてるつもりなのに、うん、これ見づらくなってない？見づらく大丈夫これ。本当だよ。ちょっと調整しないとダメかもしれない。ちょっとチューニング合わせますわ。チューニング合わせましょう。でも、それくらい、今回は我を忘れるくらい、うん、冒頭本当に素晴らしかった。はい。っていうことは。はい。まとめました。許してください。許してください。はい。というわけで、無限まやかしは YouTube と Podcast で配信しております。はい、YouTube のチャンネル登録と、グッドボタン。はい、それから、Spotify などの、Podcast のチャンネル登録と、Spotify は特に星5点をね、つけるところがあります。はい。ぜひ、忘れてませんか？星5、つけてますか？お願いします。一人一回つけるのでよろしくお願いします。はい。あとね、YouTube でね、これみんながみんなにすぐつくわけではないらしいですね。スーパーサンクスというですね、スーパーサンスケさんみたいな機能がつきましてですね。サンスケさんの機能だとちょっと不安ですけど不安ですね不安ですね。ちょっと飲み台とかに使われちゃいそうな気がしますけど、タイトルの下にですね、ハートマークに、ドルがついてるですね、非常に嫌なマークが、あるんですけども、そこから生配信じゃなくても投げ銭ができるみたいなやつがありますので、 それらね、いただけると僕らが水代に使ったりとか、ね、FOD 代に使ったりとか、会議室代とかに使ったりとかね、それはありがたいです、ね、音声がクリアになったりとかね、あ、なるほど、いろんな変化があるかもしれないので、はい、余裕のある方だけでいいので、全然本当によろしくお願いします。聞いてくださるだけでも一番、はい、そんな感じで、はい、サイレント6話についても引き続き喋っていきます、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。大島康幸でした。高野湊でした。ありがとうございました。高野湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオ番組でございます。ということで、木曜フジテレビ2022年秋ドラマサイレントの第6話の感想、はい、丸3でございます。丸3です、ぜひ丸1から聞かないと、意味がわからないと思いますし、ドラマの本編を見てからじゃないと本当に意味わかんないと思いますので、ぜひよろしくお願いします。丸3感が今回一番ないわ。なんで？だってもうずっと序盤の話しかしてないんだもん。バラすな。だってもう、バラすな。だってもう1時間くらい喋ってるから、もう本編尺よりは喋ってるの。まあそうね。本編尺より喋ってるのに、まあね、冒頭14分くらいの話だけだよ。そう、まだね。総論と。14分入ってないかも。ないの？第6話の、うん、ソウとナナさんの出会いのところで終わってるんで、うん、13分41秒のところまでしか終わってないですね。もうだから丸3じゃないのよ、6の3じゃねえ、うん、ちょっともうちゃんとピッチ上げないと、はい、その言いたいことも言えないと思うから、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃポイズンってことになっちゃいますんで、今回はもうちょっと絞りたい、はい、やっぱね、ナナさんのことをちゃんと、うん、ちゃんとやらなきゃいけない、ちゃんとやっていこう、向き合いたい。
で、次のシーン行きましょう、もうすぐじゃ。次のシーン行きましょう。はい、次のシーンは、もうポン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 行くけど、ここで、ね、うん、悲しいのが、うん、突き放しちゃうんですよね、そうくんが。はい。こう、違う、なんかせっかくね、友達を、いた方がいいと思ってって言って、ミオね、ミオね。ミオ、ミオ、ミオ、ミオが来て、その後もろう者の人他にも来るよって言ってくれてたんだけど、そうくんに友達いないって、ナナさんが心配して、そうそうそう。でも人来るって聞いてないよ、とかね、怒っちゃったりして、一緒にするなってことみたいな、やりとりがあって、で、ここでですね、古賀線の送別会の LINE もね、お母さんから来ていたんだけれども、ね、それも行かない、捨てといて、言ってですね、同じだと言ってくれて、あんなに安心したのに、都合よく自分は違うと線を引いた。聞こえる自分が忘れられなかった。聞こえる人とも聞こえない人とも距離を取った。うん、近づくのが怖かった。で、回想が終わりまして、でも近づいてしまった今はと言って、スムーズにですね、そのナレーションは一息のまんまで、紬の顔というですね。はい、紬に行っちゃったけど、ナナさんに戻すよ。はい、これドラマ見てる人たちはマジックにかかってます。はい、ここマジックよ、これ。マジックなのよ、うん。もう完全にナナさん大好きになってるのに、うん、まあ、ソウ君の一言、うん、もう突き放しちゃう。うん、で、あれ、ソウ君の好感度下がりそうになるけど、その後のやっぱ耳が聞こえた頃の自分が忘れられなかったっていうのは、うん、そうだよねって言ってなって、うん、スムーズにナナさんを忘れちゃってるけど、うん、ナナさん、ひどいことしてるじゃん。うん、辛いよ。でも気持ちはわかるっていう、うんうん。だからここで一傷つきね。もう俺、ナナさんのことしか見てないから。俺2回目もうナナさん目線でしか見てないけど、うん、もうここで大きく傷ついてるんだよ。一旦ね。一旦。はい。で、俺はここから、もう、うん、ナナさんは、聖母だったはずのナナさんが、うん、徐々にサキュバクス化してると思ってる。おー。これが最初だと思う。絶対そうだ。でしょ？うわあ、そうだ。ここで線引かれちゃったんだもん。ああ、そうだ。で、その後、ソウ君のセリフとかでもあるように、はい、高校できて、卒業してできた唯一の友達が、うん、って言ってるじゃない。うん、ってことは、その後も、他のろう者の人たちとのコミュニケーションは、ソウ君はおそらくないんですよ。うん、そうだ。ああ、そうだ。っていうことを考えると、もうここで、うん、同じっていう言葉で通じ合った。はいはい。けど、はいはい、ソウ君がまだ整理できてない気持ちがあった。うん。からこそ、うん、ナナさんはここで完全に線を引かれてしまったっていうのはここなんですよ、うん、多分。で、こっからちょっとずつちょっとずつ、うん、同じって言って繋がり合ったのに、うん、やっぱり分かり合えないっていうどす黒いものが少しずつ広がっていってしまったんだと俺は思ってる。うわー、そうだ。ナナさん目線だとね。いや、完全にそうだわ。これ、ナナさんの、ここのね、泉ガーデン。はいはいはい。六本木のこれ泉ガーデンですね。はいはい、六本木一丁目から上がってくるところだと思いますけれども。そうそうそう、俺、あそこにあるハンバーガー屋さんよく行ってたわ。そうなんだ。スターサードバーガー。はいはい。あそこね。うん、で、そこで、階段を降りていくんだけど、うん、その時の最後のセリフ、うん、勝手にごめんねっていう手話をやるんですけど、あんなにさ、めんどくさいから謝ることが癖になってしまった層が、はい、ここでナナさんに謝らせてんのよ。あ、そうなのよ。だからもう、うん、ここで立場が変わってんだよね。そう。だからこのドラマ内の、ここの理屈においては、うん、謝っちゃう方が、ちょい下に、便宜的に降りるっていうことのために、ごめんなさい、ごめんねっていう言葉が使われていて、そう、これもうね、ドラマ内のルールとして、ごめんなさいとかごめんねとかは、謝罪の言葉としてはあんま使われてないですね。あー、なるほどね。もういい、みたいな、うん、とか、こっちが悪い、みたいな、ちょっと距離を置くための言葉として、結構機能してて、やっぱそこの最後のセリフが、ナナさんのごめんねだったっていうのは僕は結構印象的だったな、うん、ね。で、紬の方に行っていいですか？紬の方には行かない。なんで？今回行かないでくれ。なんで？いや、紬の方に行くと、はい、論点がずれる。でも近づいてしまった今は、うん、もう離れたくないと思ってしまう。いや、わかるよ。お好み焼きですよ。うん、次。まあでもそうか、ここのお好み焼きのシーンは間接的にナナさんが浮かび上がってくるから。確かにそうだな。許す。確かに言われてみれば。うん、だから何かっていうと、うん、やっぱナナさんから電話が来るんですよね。うん、そうだ、これもナナさんのシーンだよ、結局。そう、結局ナナさんのシーンなんだよ。でも我々は気づかないんだ。うん、巧妙だから。騙されてるな。騙されてるね。うまいんだよな、こういうところ。目に映ってるのは、お好み焼きを作って食べている、ソウと紬だからですね。そう。でも、ナナさんのシーンなんですよ。ナナさんのシーン。で、ここね、ちょっと一瞬だけずれて、上手だったのは、ナナさんから、電話来るじゃないですか。うん、で、あれ、紬に渡しますよね。うん、あれもうまいっすよね、うん。あれ、ああいうこと本当にあるんでしょうね。うん、多分、こう、ろう者の人から電話が来るってことは、
ありえないから、うん、何か緊急事態で別の人がかけている可能性があるってことでしょ、あれ。そうですね。倒れちゃって、ね、その携帯を拾って、誰かが通話ボタンを押している可能性があるってことですね。うん、そうそうそう、うん。あれもうまいし。で、そこでつむぎちゃんに渡すのがうまいし。うん、で、それで、でもやっぱわかんないわけですよね。うん、その、つむぎちゃんがなんか話してることが、うん。で、それで、あ、ごめん、間違えた。って言って、うんうん、で、それで渡す、うん。普段はビデオ通話で手話で喋っていたんであろうけれども、オーディオ通話っていうところを、まあ、迷ってわざと押したんですよね、奈々さんはね。多分ね。ここで、香ってるわけですよね、その、誰かと一緒にいるんだっていうの。そう、こんなにすぐ、電話を取れて、だから、パッと渡したぐらいのスピードで出れて、すぐパパパって喋る、来やすい人が近くにいることが、あれは目でわかるんですよね。で、そうだそうだ。で、その上で、返して、で、そうはそうで、あーって言って、LINE で返事してるわけじゃないですか。あの瞬間につむぎちゃんも、あ、そういう人なんだっていうのがわかってるし、で、ここでね、結構良かったのが、ディスコミュニケーションをちょっとやってるの。最初に、つむぎちゃんが、ねえねえって言って手やるんですよ。でもそれに気づかないの。そうくん。で、ちょっと引っ込めて、本当はその、聞きたいことがあったけど、そうか。聞けな、ちょっと、あ、どう通じなかった。っていうのが一個ある。そうか。その後、そうくんが、と、やりとりして、何の人っていう話して、あ、あの人だよっていうこと言った後に、友達って、大事な友達って言って、で、ぼそっと、本当に友達って言って。そう、それ。それはそうくんには通じない。だから、お互いにちょっとだけ、届かないの。そうだ。これもね、うまいんですよ。本当に友達は、手話にしてないですからね。手話にしてないんですよ。そうなんだよなで、ここのつむぎちゃんの心境を掘ってしまうと、つむぎちゃんを俺は嫌いになってしまう可能性があるので、一旦置いておきます。あ、で？一旦置いておきますよ。あれ？一旦置いておいた上で、やっぱり奈々さんが、やっぱり奈々さんが浮かび上がってくる。やっぱりこれは奈々さんのシーンです。そうそうそう。やっぱり奈々さんの職場も映りましたしね。そうですね。だから、どれ、そうくんの中で、奈々さんってどういう存在なんだろうっていうことが、徐々に浮かび上がってくるわけですよね、そのそうくん。で、ここでの、その奈々さんの気持ちについて考えるのは、まあめっちゃ野暮だと思うんだけど、まあね。まあその音声で会話する、音声で書けるっていう、まあいたずら心、半分憧れが、こうリアルに出てきちゃってるいたずら心みたいなことで、で、そうから、そう、本当のそうだったら、すぐに切って、あれ間違えてるよみたいな、ビデオ通話じゃないの間違えてるよ笑い、みたいなのがオンタイムですぐ切れて文字で返ってくるのがそうの反応だと思ってると思うんですよね。でそれが欲しかったんだと思うんですよ。 その戯れがしたかった。そうだ。で違うのが来たからすごい戸惑うんですよね。でしかも多分音動いてるし、あみたいな予想外が実は多分あそこ3個ぐらい重なってて、そうだわ、うわ、きつ、奈々さんはだいぶショックを受けたのではないかと思う。そうなんですよね。だからちょっといたずらっぽいところあるじゃないですか。3話か。道で見つけて、リュック開けて、で、それ突撃していくところとか、そういうことするんですよ。で、そうも実は結構そういう人ですからね。ああ、そうか、そうか、そうそう。イチャイチャワチャワチャしたり、こう、いじったりいじられたりする、おふざけコミュニケーション、結構好きな人ですからね、そうね。だから結構この二人の相性って言ったらあれだけど、コミュニケーションは割と楽しいんじゃないかなと思うんですよね。そうそうそう。でもこの時点までは上手なのは、まだ、奈々さんの視点に入らないんですよ。おで、この次奈々さんが出てくるのが、横断歩道ですよ。そうだ。あそこで、あって言って見つけて、で、LINE したら、気づいてくれて、で、あ、気づいたって思ったら、いるんすよ。つむぎが、で、それであって後ろ向いた瞬間に、あのシーンで、俺らもう奈々さんの中にスポーンって入ってんの。確かに。でもここまでの滑走路がすごく上手にやられてる。あ、ちょうど真ん中かもしれない。そう、ちょうど真ん中ですよ。22分ぐらいだ。そう、ちょうど真ん中あたりで。だからこれがびっくりするの。だって俺らは、もうだいぶ、やっぱりね、予測とかしたくなかったけど、やっぱ開幕から、そうの話だって思ってみるんですよ。いや、まあ、それは完全にそうだった。で、そうくんの話として見てたところで、ここに来て、ぐんと、奈々さんのところに入り込まされるけど、もうこれもね、周到に準備されてるわけよ。いや、これ本当にさ、この22分付近のね、この中央分離帯に取り残されてしまった奈々さんね、まあ、これもあるあるじゃないですか。そう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 。僕、まあ、週1ぐらいでこれやってますけど。え、そうなの？いや、結構あるある。俺、あれ、陸の孤島って呼んでるんだけど。まあ、そうだけど。そう、陸の孤島に取り残されてる。ちょっと怖いじゃないですか、あそこ、やっぱり。ビュンビュンこう車が通るから、で、そこでこう動けないっていう状態で、ね、これ全国民謝れって感じなんですけど、自分も含めてね。え、何？リュックのね、ジッパーを開けただけでね、これまた閉めてもらいに行こうとしてんじゃないの？
みたいな。それは思ったら、携帯を取り出しただけなのに。そうな、携帯を。スマホを落としただけ。スマホを出しただけなのに、というね。そうなんですよ。本当に。で、その、おいみたいな、振り幅からの、え、っていう、いつの間にかナナさんの中に入れられている私たちね。そうなんですよ。つい数秒前、ナナさんをいじろうとしてた私たちが、数秒後、もうナナさんの中に入れられてるんですよね。うん、で、なんでもう、あの時点でしんどいかっていうと、あれ、しんどいじゃん。なんでかっていうと、もう、あ、ナナさんは、本当に大好きなんだなっていうのが、すごくもう分かってんのよ。分かるな、もう、撮り方がね。撮り方もそうだけど、決して、シーン数は少ないのに、これまでのナナさんのシーンって。なのに、なんかこう、一つ一つの所作とか、やってることとかで、本当に大好きなんだなっていうのが、伝わってくる、うん。で、そうしか見えてないっていう風に見えますね。そうで、しかもね、意外と、ナナさんの口から、そうくんが大事だってことは言われてないわけ。その、お友達と話してる時も、あの、いや、もう都合いい友達としか思われてないって言ってるんだもん。確かに。そうだった。っていうことだったりするから、あの、むしろ大事な人大事な人って言ってるのはそうくんの方なわけ。確かにそうだな。なのに、もう、そのナナさんのもう気持ちになった瞬間に、あ、苦しいって思うのは、もうナナさんの気持ちがもう分かってるからなのよ、こっちが。じゃあその分かるところ、どこですかっていうのは、そんなにないの？そんなにないわ。ないのに、知らないうちに刷り込まれてんだよ。確かに。この中央分離帯のシーンもね、非言語ですからね。そう。いやー。それがすごいんだよ。この撮り方もやっぱえげつないっすよ。よかった、えげつなかった。このナナさんなめでね、ナナさんがピンボケしててね。で、ソウとつむぎにピントが当たってる状態からの、ナナさんの顔のところを通り過ぎたところでナナさんにピントがあって、そしたらナナさんこっち振り向いてるっていう。だってさ、ありえなくね？向こうにいると主人公なんだぜ。確かに。普通。いや、だからこれもね、さっき言った、ね、6話の丸1で言ったポスター問題ですよ。大きさ逆だから。大きさ、なんでさ、主人公2人が会ってるところでさ、あんな絶望しなきゃいけないの、俺らは。大きさ逆なんだよ、ね。すごいショックだったんだけど、普通さ、その主人公の女の子が、あの、道具見たら、ちょっと好きだった男の子が別の女の子と歩いてるっていうのを見るシーンじゃん、あれ。あの構図使われるのって。違う人だからね、だから今回見た感想もさ、やっぱナナさん主人公回だったよねとか言ってるけど、それは後半を見た感想であって、22分まではそうだって気づいてないんですよね。そうなんだ。だから美しいの、これ、台本が。悪いわ。うまいなよ。はめられてるわ、毎回。はめられてるですよね。で、この後が、あれですよ、やっぱその、ゾウ君と、あの、つむぎちゃんが、二人で改めてその駅で待ち合わせして会って、で、改めて聞くんすよ。つむぎちゃんが。そうだ。本当は多分お好み焼きの時に、ちゃんと聞きたかったんですよ、で、その時は手話にしなかった質問ですね。そう。それを本当に聞くんですよ。で、ここもな、全部有機的に繋がってるから、で、この一個前の、港とソウのね、居酒屋のシーン。で、言ってた、この質問した時に相手を紹介する時の、こう三分類という。ああ、そうだ。ね、港がどこで覚えてきたのかわかんないですけど。そう、だからこれも、あの、これはちょっと許そう。あの、実質ナナさんのことだから。いいですか、いいですか。言いましょう。これは実質ナナさんのことだもん。ここで言ってたことですよね。どんな人って聞かれた時、好きな人のことだと、その人の好きなところ行っちゃうんだって。これはわかる。嫌いな人のことだと、嫌いなところ。まあわかる。どちらでもない知り合いとこだと、普通に関係性とか、プロフィールとか説明してるんだって。きついわ。夢みたいに。そんなこと言わなくていいだろ。で、それで、ちょっと性格悪くなってねって言われて。性格悪い。モテたいからね。モテたいからね。モテるぞ。こういうこと言ってるとモテるぞ。すごい、獣が出てきましたよ。獣ね。ハムスターが。ハムスターがね。発情期のハムスター。ハムスターが発情してる状態ですけど。発情させてるみたいな感じだね。で、これで、でもここで、俺2回目見ると、苦しいのよ。だってもう、そうくんはさ、あの、つむぎちゃんのことをさ、まっすぐっていうわけ。で、まっすぐに、その、伝えてくるところっていうので、ああ、わかるわかるみたいなのに対して、めっちゃなんかこう、あの、ただの情報。ね。大学の時に知り合ってって。これ、フジテレビの宣伝の人が書きましたね。ほんと、そうそう。あの、なんかこう、あの、ホームページの、相関図の文章に、ソウと大学時代に知り合い、手話を教えた。書いてある。無機質なのよ。みたいなことをね。そう。だからここで、もうやっぱ、でもここで、その、気づかないんだよ。ここでは、まだね、層に入ってるから。
視聴者、うん、層に入ってるから、あ、つむぎちゃんのことが大好きなんだねって思ってんの、うんうん、でも同時に実はナナさんが浮かび上がってるわけ、うん、ナナさんはあの層くんにとってはそういう人なんだっていうのが、うん、でもこの時点ではまだ気づかないから、まだ気づいてない。でこれがあった上で、うん、だからね、つむぎとの会話ね、そうそうそう、つむぎとの会話で大事な人、うん、だからちゃんと向き合おうと思ってる、そうそうそう、という意味深な発言があり、そうそうそう、うん、でちゃんと向き合うシーンがその後に来るんだけど、 その前に、うん、青いですねハンドバッグ、手提げカバンを持っているところがそこに挟まれてるんだよね。そう、つむぎとそうが、つむぎとそうがナナさんについて喋っていて、うん、ちゃんと向き合おうと思ってる。で、ちゃんと向き合うシーンの、うん、その間に、そうから LINE が来るシーンで、うん、そこでナナさんが青いハンドバッグを見てるというね。だからあの時点では全くちょっと僕には意味は分からなかった。うん。青いバッグを見てる意味が。分かんなかったですね。そう。これがね。これがさ、行くんだよ。ちょうどいいところで。でもそれですね。うん。そうくんからメール来た時のあの嬉しそうな顔ね。はい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 、はい。本当に嬉しそう。明日少し時間あるという非常にニュートラルな文章ですね。何にもわからないけれども、うん、やっぱりいいように撮ってしまうと、ウキウキしてしまう。うん、そうそうそう。ギリギリの、あの、無味な文章ですね。そうそうそう。どっちとも撮れる文章ですね。そうそうそう。でもまあ、そうくんはこういう文面しか書かないような気もするから。うん。っていう人なんだなっていうことですよね。うん、で、そうくんが誘ってくれるの久しぶりだねとか言ってね。うん、そうそうそう。ちゃんと話したいことあってって言われて、でもこれ悲しいのが、うん、ちゃんと話したいことがあってで、うん、期待してないの。うん、そう。もうね、ななさんの顔ね、うん。そう。ちょっと砂色になってるんですよ。もうね、聞きたくないになってるの、うんうん。あそこで、だってさ、もっと、なんかこう、期待してもいいじゃん。うん、だって、うん、ちゃんと話したいことって、ね、って。ね、他愛のない話したかったんですけど、私は。そうそうそう。ちゃんと話したいことが、いい話なわけないっていう。って思ってんの、そう。匂いはもう感じ取ってんですよ、ね。そう、感じ取ってんのが切ないの。うん、そのえ、嘘、え、私告白されるみたいな、うん。ってことはもうない。ないのよ。うん、で、一回ね、メニューをもう一回見ようとするんだよね。もう一回見ようとする。で、それで、こうやって手を振られて、うん、ね、あの、トントンとされるんですよね。うん、こう、指先でこうやって。そう。もう、私は、ただご飯食べてくっちゃべりに来ただけなので、うん、私はちゃんと話しません。うん、メニューを見ます。そう。っていう、所作をするんだけれども、そうに、いや、そういうんじゃないよ、みたいな感じで、そう、そうがね、ちゃんと話す手話を始めるときに、うん、自分の手元にあったコップをずらすんだよ、ね。あ、ずらすずらす。一回。そうそう。それも多分、割と引き金になって、あ、これはもうちゃんと聞かなきゃいけないんだなっていう感じになったのかと思います。で、まあこれはなんでもう砂の顔をしてるかっていうと、やっぱ一回見ちゃってるからだよね。つむぎと一緒に歩いてるっていうところを直前に見てるから。そう。で、最近よく二人で会う人がいて。そうそう、みたいな話して、うん、で、だん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 、うん、あの、ボルテージが上がってきちゃうんですよね。うん、結構遮るようになってきて、ね。そうそうそう。ダメだよ、喧嘩になるよ。そう、友達なんでしょつって、うん。で、別れたって。へえつって。へえですね。こっからなんだよ。昔の恋人と昔の親友、そうくんと再会したせいで別れちゃったんだ。かわいそうだねって、うん。こんなこと言う人じゃないんだよ。そうなんですよ。でしょ、こんなこと言う人じゃない。でしょ、もうなっちゃってる、もう。出会った頃は、そう。同じ、みんな同じ。そう。って言ってた人が、いや、分かり合えないよっていう、完全に春尾サイドに。ハルオ陣営についてます。悪魔の側に行っちゃってんの。悪魔陣営についてますよ、もう。もうその聖母だったのに打点しちゃってるんですよ、うん、もうそれで。で、もっと すごいこと言いますよ、その後。そうそうそう。だからもうここで、徐々に、本題に入ろうとするんです、うん、そうくんが。ずっとナナの気持ち無視して曖昧してる。俺これについて言いたいことあるけど、後に回すね。うん、あの、これちょっとナナさんのためにならないから。はいはいはい。で、それで、迷惑かけると思うよ。うん。って言って遮るんですよね。うんそうくんのことかわいそうだから優しくしてあげてるだけだよ。これもきついわ。よくこんなこと言うな。よく言うなって、ね。よく言うなって思うけど、うん、もう僕らはね、こんなこと言う人じゃないっていうことが分かってるから、うん、だから苦しいんですよね。十数分前にね。そう、見てるから。同じって言ってくれた人ですから。またこれが切ないと思ったのが俺、うん、18歳で難聴になって、23歳で失調した女の子探して恋愛した方がいいんじゃないかなって。うん、これさ、うん、いないじゃん。うんいない人言ってるっていうのが苦しいの。うん、いないでしょって言いたいんだと思う。だからここで奈々さんの考え方の前提になっちゃってるのは、うんうん、誰とも分かり合えないよっていうことが前提になっていて、まあね、でそこからの皮肉じゃないけど、てかもう完全に皮肉じゃないですか、うん、これって。そうですね。そのぐらい分かり合うの大変だよ。
もう全部一緒なぐらいの人の方がいいよ。でもそれは無理だろうから私の方がいいんじゃないの。そうそうそう。こう、すごい奇弁なんだけど、でもその論理を振りかざすしか、奈々さんにはもう武器がないっていう。そうなんだよ、もうこれだ。状態で、で、伝え方としては本気で喋ってるっていう感じよりも、うん、こう皮肉を喋ってますみたいなポーズを取ろうとは頑張ってるんだけど、やっぱ本気になっちゃうっていう半々の演技をしてるかな。揺れ動いてるようにすごい見えたかな。それで高校生の時はどうだったみたいな、うん、でそれでそういう話できね、頑張っ、でも君と出会えたから頑張って生きていこうと思えたよ、そういう話できる相手探しなよって言って、うん、どうしたの、死は分かんない、筆談しようかってさ、きついわ、きついのよ。これセリフだけ見たらスカッとジャパンとかに出てくる、うん、嫌な上司とかのセリフですからねこの後っつって、そうどうやってスカッと、そう、ね、そう移動になったとかね、そういうオチがあるんですけど、スカッとさせるかっていうのね、え大丈夫、うん、みたいな、日本語、そうそうそう、日本語分かってるみたいな、 その嫌なやつあるじゃないですか、ね、嫌なやついる、そう、あれ目も取んなくて全部頭入ってるんだみたいな、今ぐらいのこう畳みかけを相当畳みかけてますからね。最初はそうくんが喋ってたのに、それを分取って、そうガーって横取りして、割り込んで横取りしてマシンガントークをしてますからね、うん、ここ手話早かったですね、早かった。でそれ最後にね、とどめであの子に聞こえないそうくんの気持ちは分かんないよっていうので、うん、閉じるんですよ。悪魔だ、になっちゃう。で、これに、ナナ、そう、よくそういうこと言うよねって言って、うん、自分はろう者だから、聴者とは分かり合えないって、恋愛もうまくいった、いかないって言って、うん、で、だから何って返したら、だったら俺とだって分かり合えないよ。聴者でもろう者でもないって言って、うん、そうだね。うん、私もそうくんもあの子も誰も分かり合えないねって言うけど、うん、自分はろう者だから聴者とは分かり合えないって言う、先に言ったのどっちだよって話なのよ。うん。そうだ。そうくんが言ってるけど、最初に言ったのはそうくんの方でしょ？そうだ。だって自分はろう者じゃないんだからって、あそこの六本木で、うんうん、六本木運転設定じゃないけど、泉ガーデンで、ね、最初に分かり合えないって言ったのは、そうくんの王なんだよ。うわー、だからあなたはそういう考え方なんでしょ？じゃあ私もそういう風に振る舞うよ。ってなったら、そうくんの方はちょっと変化していたっていう、ナナ、うん、さんからしたら話が違うよっていう感じなのかもしれない。でもさ、うん、3年って月日を忘れてるよ。2人の関係性は、あの、3年以上かに、うん、渡ってるわけ。うん、その間に、うん、本当に変わっちゃったこということは考えられませんかという。ナナさんがね。ナナさんが、うん。そういうポジションを保とうとかじゃなくて、うん、本当にそのそうくんとずっと一緒にいる中で、うん、あの、本当に分かり合えないのかもって、最初は同じって言って繋がったのに、うん、どうしたって繋がり合えない、うん。どうしたって、あの、近くに寄れないっていうことが、うん、その、ナナさんを変えてしまったとは言えませんかと。うん。そうくんの最初の一言がきっかけで、ね。そしてその後のそうくんの存在がきっかけで。だから、お互いがお互いを変えたっていう部分も、まあ、あるかなとは。それもある。それもある。だからここのね、やっぱ論理で言うとすごい難しいけど、みんな同じって言ってた人が、みんな同じで、みんなバラバラだから、みんな同じように多種多様だから、分かり合えないっていう、根本の論理自体はあんま変わってないけど、それが陽の論理なのか陰の論理なのかっていうのは真逆に変わってるっていう。変わっちゃったのよ。ことですよね。まあ本気で思ってるっていうよりかは、やっぱ引き止めたくて、引き止めるための武器としてはそれ以外言いようがないっていうようなことに感じるし、本当は言いたくなかったと思いますけどね。言いたくなかったね。だからもうあの脚本家がたまに使う、あれと一緒。あの、いやもう降りますよと一緒。ん？脚本もう降りますって言って。物の要求を通してくれないなら降りますそんなこと言っていいの？いや、もう僕はやったことないけど。交渉術の話してるじゃないですか。そうそうそう。だからその、本当に、もう そんなことしたら死なの。うん、死だけど、うん、それしかカードがないから切るしかないっていう。うんところまで、うん、もうナナさん来ちゃってるんだよ。例えとして分かりづらいわ、今の。さすがに。分かりづらかった。うん、そして、ちょっとカットしよう。ちょっとね、はい、悲しいお知らせがございます。はい。今、収録ね、25分ぐらい経ってるんですけども、うん、ドラマ35分でございます。あと10分、あと11分か。しかも濃い11分を残して、まだ時空は歪んでいた。相対性理論。これでナナさんの話終わらせるつもりだった。ナナさんの話全然終わってないからね。だって、まだこの後夢のシーンと最後のシーンありますから。うん、だってもう真ん中くらいじゃん、これ。うん、全然。まあ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 。
まあまあまあ。まあまあまあ。それだけいい作品だったってことで。静かに聞いてくださいよ、ね。そうですね、静かにって。はい、ね。いやー、そのぐらいね、やっぱもう、これ友達の話してるのと一緒なんで、ぶっちゃけ。まあ、そうですね。友達が、こう、どうだったかとかっていう、こう、友達の人生相談って、こう、無限に、時間かかったりするじゃないですか、まあね。もう気持ちが入ってるから。だからあんまりね、なんか一生懸命、ここでこうやって巧妙に隠してるんですよとか、うん、なんか一生懸命テクニカルな話にしようとしてるように見せかけて、全然そうじゃないからね。まあ感情しかない。感情の話。うん、もうただただ奈々さんの気持ちになってるだけ。ね。でもね、そのぐらいやっぱ奈々さんの気持ちって、その表面上は、表現されてないので、それをこう、どう読み取ったのかっていうことは、やっぱ考えながら見れば見るほど楽しいですよ。絶対に。ね、第6話特に。いや、というわけで、はい、引き続き何本か撮りますので、ご容赦ください。ご容赦ください。無限前歌詞は YouTube と Podcast で配信しております。YouTube のチャンネル登録と、はい、スーパーサンクスとかね、つきましたので、よかったらなんつってね。よかったら、なんつってね。ポッドキャスト。どんどんいやらしいのよ。それはなんつってね、つけるといやらしいよ。毎度毎度。ネズミこそうなんだよ。毎度毎度。はい。Spotify の方はですね、広告とかがほぼ入らないので、結構ね、聞きやすかったりしますので、一度試してみるとね、よかったりなんかね。それ、するかもしれませんね。それなんか挽回しようとして。はい、ただしですね、星を5につけるところがありますね。それあると結構、内申点が高くなったりとかね、あるらしいですよ。なんでよ。まあ、そうですね。スポティファイ高校での。スポティファイ高校の内申点が、ね。スポーツ推薦が取れるかもしれないんですよ。はい、なので、つけてみてください。ツイッターとかもやってますので、フォローぜひともよろしくお願いします。はい、以上、大島康之でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。早紀です。高野湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオ番組でございます。サイレントというフジテレビ系列の、木曜日2022年秋クールのドラマの第6話の4本目の感想でございます。はい、いい加減にしろっつってね。いい加減にしろですよ。ちょっとやり方考えなきゃいけないわ、これは。やばいよ。だってもう6の4で、終わりの兆しが見えてねえんだもん。そう、クライマックスのシーンの10分間について今から喋ろうとしてますからね。うん、まあ10分間だから、うん、まあ同じくらいの時間があればね、だから10分で話しましょう。そんなわけないのよ。もう急ぎますよ。はい、急ぎましょう。ね、前回、はい、丸さんの感想でですね、はい、遡ってぜひ聞いてくださいね。はい、丸さんの感想で、ナナさんが、ソウ君に対してこう、マシンガントークでバーっと、厳しいことを言うというシーンで終わりましたと。はい、で、その後からですね。そう。で、夜になってて街を歩いてるんですけれども、はい、その時にはナナさんはリュックを背負っています。そういうこと！ね。俺も見たよ。その時はリュックを背負っていまして、はい、ちょっと曲がって、で、横断歩道にいるところで青いカバンを持っているんですね。今のは誰ですか？古畑任三郎です。おかしいですね。あ、夢を見ているんですね。これ青いハンドバッグを。そうですね。持っています。しかも、あの、はい、きっかけとしては、うん、あの、タクシーが通り過ぎて一瞬スローモーションになりますね。そうなのよ。これが、あ、夢と現実の、そうです。あの境目ですね。はい。だからこれで、あの、もう一回ぜひ見てほしいのが、うん、だから最初は現実なわけ。うん。あの時の、ナナさんの顔。うん。つれえよ。うん。だってあの、あそこでソウ君にいろいろ言われた帰り道だもん。うん。服が同じなんだもん。うん。そうです。自分もいろいろ言っちゃった帰り道ですね。そうそうそう。言っちゃって言われてっていう帰り道の、あそこ、はい。で、その青いカバンは、あのショーウィンドウで見ていた、青いハンドバッグですね。そう。青いものばっかりでしたけど、今回は小物が。
はい。全員の部屋青いっていうね。そうですね。やっぱりずっと提唱してましたけど、ね、大島さんは。そう、サイレント青い説っていう。青い説サイレント青い説。雑すぎ。雑すぎるよ。まあ、説として。着てるものが青が圧倒的に多くて、で、派手な色着てるの光だけっていうね。うんうんうん、まあ、今回ね、ちょっとね、そうくんが黄色とか赤とか着てたんだけど、まあでも基本的に色が出てくるといえば青。うん、だったわけですけれども、それを象徴するかのような、ここに来て青い小物の真打ち登場というような青いハンドバッグですね。そうですね。で、それの中からスマホを取り出して、うん、耳に当てて喋ってるという。おやってなるわけですよね。夢を見てるんですね。で、そうくんもそれを取り出して、うん、スマホを取り出して、うん、会話してると、うん。で、え、もう着いたよみたいな、うん。今どこいるの？そうそうそう、今どこって。え、俺も着いてるよ、うん、みたいな。え、わかんない。ちょっと手振って、みたいなね。うん、これは聴者はあるあるなんですけれども、うん、もう聴者の中であるあるであるということを、ナナさんは知ってるんだよね。知ってるんだよな、そうなんだよ。知らないでほしかったな。ああ、知らないでほしかった。いや、そんなこともないか。いや、そう。知って幸せな夢を見ているんだけど。ああ、だからそこが切ないのよ。うん。こんなさ、聴者からしたら些細なあるあるをさ、うんうん、知ったがゆえにさ、うん、その悲しい夢で見るってさ、うん、幸せなのか何なのかもうわかんないですよね。まあね。でも俺、うん、やっぱちょっと先の話になっちゃうけど、はい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 、これの対比として、うん、その後に、うん、図書館で喋ってるのに注意されないねっていうのは、うんうん、あれは、うん、聴者というか、うん、手話がわからない人間、うん、伝わらない人間には、うん、できないすごい素敵な、そうだ。やる二人のだけのやりとりじゃない。ね、だから、うん、ここの対比というか、うん、ちゃんとどちらの、うん、もう固有の、うん、俺あれ憧れたもん、うん、あれいいなって思った。確かに。その誰も喋っちゃいけないところで自分たちだけ通じ合ってるみたいなのは、すごく素敵だなって思ったし、うん、で、それにちょっとした憧れも抱く。うんうん、でももうその憧れのレベルがさ、うん、もうそうくんが好きすぎるから、うんもう具体性があるというか。そう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 。でも声は聞いたことないし、うん、自分も声も聞いたことないから、うん、音はないんですよね。そう。っていう、ないの。ところね。で、その青いハンドバッグの話に戻ると、そうそうそう、まあ青いハンドバッグはこれ、まあいろんなの調べたんですけど、うん、その全く不可能ではないらしいですね。まあね、片手手話っていうのがまああるので、うん、全く不可能だから持ってないということではないんだけど、うん、でもやっぱりパッと伝えやすいために両手は開けておきたいので、そうくんは基本的に斜め掛けのカバンを背負ってますね。うん、で、ナナさんは、リュックを背負ってますね。うんなんだけど、この夢の中では、途中で持ち帰るんだよ。そうそう、だから左手に持ってたのを、うんうんうん、右手に持ち帰ると、そうくんの方から手を繋いでくれるの。そうなんですよね。これがさ、先回りしないでよ。これがさ、そうっていう、その、で、まず、こう、二人で前を向いて、うん、歩きながら喋るっていうことも、うん、こう、お互いの顔とか手とかを見ずに、前を向いて、喋ることになるので、うん、手話ではやっぱり横を向いて喋んなきゃいけなくなるわけですよね。そう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 手を繋ぐと手話の手が塞がってしまうっていうのもあるし、うん、単純に同じ方向を向いて歩く、そして喋るっていうことができないわけですよね。うん、っていうことを全部やってるんだよね、この夢の中で。で、その夢から覚めるのが腕時計の振動。うん、そう。結局音ではないんだっていう。だからそう、この部屋がめっちゃ青いんですよ。ああ、確かに青かった。すべて青いんですよ。で、そうの実家の部屋もカーテンとかめっちゃ青いんですよね。あまあ、水色ベースの、色がついてるんですけどね。で、目覚めるというシーンですよ。で、それで目覚めて、うん、あれ見るんですよ。手話教室のホームページを見てますね。俺、あれ忘れてたんだけど、うん、あれ、なんで知ってんだろうってちょっと思っちゃったの。うんうん。特定してますもんね。あ、そしたらね、見てた。おー。3話で、はいはいはい、突撃してきて、はいはい、カラオケ行こうって言って、はいはい、その後に、カフェ行きますよね。はいはいはい、カフェ行ったら、その時は、みなとくんから、そうくんに電話がかかってくるし、うんうん、で、それで嫌がらせされてるねって言った時に、うんうん、つむぎちゃんの話になって、はいはいはい、あ、手話、教室通ってるんだっていう時に、そうくんの方から見せてるの。あの写真を。そうか。だからね、めちゃくちゃ布石がうまくいって。なるほどね。全部のね、ロジックが通ってるの。いや、だから、それもそうなんだけど、そのね、なんで、ここのね、うん、我々は、ナナさんについて、延々喋ってるじゃん。うん、なんでこんなに延々喋れるんだろうと。うん、そんなに今までも出てこなかったのにって思った。うん、このね、
6話はね、うん、実は伏線回収会なんだよね。出た、伏線回収。そう。もうこの言葉はね、うん、回収された時にしか僕は使わないですよ。未回収伏線まとめ、やりましょうよ。ふざけるな。ふざけるな。わしはその、あるはずのない言葉を、わしは許したつもりはない。もうすべての物語に伏線があるらしいですからね、今の時代は。もうその話はもう別にするとして。起承転結のことを伏線と言ってるからね、最近はね。もうやめろ。もうやめてくれ。まあ、正しい言葉の意味としての伏線と。はい、だから、これまで積み重なってきた、ナナさんのシーンとか、ナナさんの描写が、どういう意味だったのかっていうのが、6話で一気に回収されたっていう感覚。そうか。うん。やりとりとか、はいはいはい、ああ、これは本当に好きだったからなんだねとかもそうだし、うん、あ、ナナさんはこういう感じだけど、実はこういうことがあったんだねっていうのが、うん、実は6話でブワーって回収されてるから、その1話から5話までのナナさんのことも、6話でわかる、うん。どういう気持ちだったかとか。確かに。だからね、雄弁に語れるんですよ、こんなに。確かに。こんなにもう。知らなくて適当に喋ってるわけじゃないですか、ね、そうなんだよ。うん。でも全部に根拠があるわけ。確かに。そのナナさんのついての話は。うん、だから今回のその手話教室も、俺は最初、うん、え？なんで知ってんの？って思っちゃったけど、うん、あ、ちゃんと見てたわって。そうか。で、あの時から気にしてたんじゃんっていう、うん、なんかざわざわしてたんじゃんっていうのとかも含めてさ。うん、ね。で、それで行くんですよね。はい。で、紬にね、突撃して、そう。待ち伏せして、ちょっとお話ししましょうっつって、うん、カフェに行って、そう。で、注文とかはね、紬が優しく、そう、してくれてですね、うん、手話上手だねっつって、そう。話しかけるんですけど、ここからもまあ、不穏なことが、ありますよ。ね、でも、つむぎちゃんはもう素直にね、うん、はい、私まだ全然できないから、うん、よく間違ってるよって教えてもらえますって言って。うん、で、私がそうくんに手話を教えたの。うん、もうこれもう、うん、もうマウント取りに行ってますよ。マウントです。言いたくないけど、マウントだ。言いたくないよ。ナナさんこれはマウントだよ。でももうナナさんはもう完全にもうここでもうサキュバスになっちゃってるから、うん、もう悪魔側に行っちゃってるからしょうがないんだけど、うん、って言うんですよ。でも、もうその次でしょ、うん、で、それで、はい、ちょっと聞いてて、うん、つって、大学の時知り合って、うん、手話を教えてもらったって、うん、って言って、うん、ここでつむぎちゃんね、マウント取られたことに気づいてないの。うん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 、すごい素直に返してる、うん。で、これに対して、プレゼント使い回された気持ち。うん、これは、ね、これすごい。これ見事な翻訳が決まりましたね、これ。うん、すぐ来たなっていう感じですね。たとえツッコミっていうか。そうですね。翻訳、そうですね、うん。その素晴らしい脚本で翻訳っていう、高野さんのね、解説は別の回でありましたけど。だからこれまあ、ボンベクのセリフというか、うん、まあ、本当にもう締め切りギリギリになっても、いつまでも書かなかった怠惰な僕が、うん、書くんだとしたら、どういうセリフかっていう話ですよね。はい。なるほど。どう書きます？いや、もうここでもね、うん、だからここ悩んじゃう。どう書きます？え、書けなくって、どうすればいいでしょうかって。そんなに？なんでかっていうとさ、いや、だって、私が教えたのに、とか、って変じゃん。私が教えたのにって何？まあね。っていう感じだし。どうしましょうって言っちゃうんですか？そう、どうしましょうって言うよ、僕は。高野、それはダサいわ。そう、ダサいわって言われてすいません。高野、ダサいわ。一日くださいって。一日くださいって言うやつよ。これ、だからこれすごい難しいの。だって、その、要素が、二つ以上ある。うん、おぉ。何かっていうと、はい、その、私が、教えた、ことを、うんうん、が、伝わってる、のが、うん傷ついてますっていうことをうまく伝えるの難しくない？はいはいはい。なんかその、細かくすると、私がそうくんに教えたの。うん、で、そうくんからそれ伝わってるってことだよね、つって、うん。で、教えてもらってるんだよね、つって。うんでもそれってそんなに悪いことじゃないはずだ、うん。だからどうしたのだからどうしたのまあ、あざすっていうか。そう。その、うまく伝承されてよかったね。あざす。そう。みんな幸せっす になりかねない話で。で、これを分解すると、うん、じゃあ、うん、その教えるという行為が大事だったってことじゃん。はい。大事だったってことを言わなきゃいけない、うん。私が、そうくんに手話を教えたのは、ただの親切心ではありません。うんで、その勉強とかで、お金をもらって利害関係があってやったわけでもありません。うん、っていうことも言わなきゃいけないの、うん。で、それを、別の人に流されてるのが、
要は私の、その、なんかこう、気持ちは、っていうのは、あなたのためのものではありません。うん、はい、どんどん回りくどくなってますよね。今、言語化できてない、ね。言語化できてないですよね。だから、これで悩んでるの。うん、俺もう、脚本、ここのシーンのセリフ書きなさいって言われて悩んでる。うん、なんでこんなに長ったらしくなるの、うん、これ全部、セリフに書かなきゃいけないの、うん、どうすればいいのって、この、ってなった時に、プレゼントっていう言葉が出てくるんですよ。だからその、奈々さんから蒼君に渡った、その手話を教えるというのはプレゼントだったんだっていうので、そのやっぱプレゼントってやっぱ大切な人に渡すものじゃない。っていうのも伝わるし、で、そのプレゼントが使い回されるっていう、その嫌さっていうのはみんな持ってるじゃん。知ってるじゃん。まあ、実際にされたかされないかは別として。うん。それはまあ、されたら嫌だろうなっていうのは。されたら嫌だろうなっていうのは分かるじゃない。うん、っていうのをさ、うん、この、非常に言語化が難しい、この奈々さんの複雑な心境を、プレゼント使い回された気持ちっていう言葉一発で伝えるっていう凄さ、その説明にね、時間かかってるのが、やっぱこのセリフの凄さをね、証明してると思いますよ。そうですね。だからあの一人の、一応民放ドラマも書いたプロの脚本家が、全く言語化できず、無様な姿を晒して、身を切ってあのセリフの凄さを今伝えました。で、この時間ない方がね、その高野湊という脚本家人生においてはね、絶対ね、いいはず。でも、この時間長くない方がいい。でも俺はサイレントの良さを伝えたいんだ、とにかく。でもそのぐらい、いや、本当にすごい、すごかった。セリフで、そう。ここでもう一個僕あるなって思ったのが、そのプレゼントっていう言葉が、ちょっと、ポップ味があるというか、その善意っていう要素、喜ばしたいっていう要素がすごい強いじゃないですか、プレゼントって。必需品とか、技術とかっていうニュアンスが落ちてると思ったんですよね。ああ、なるほどね。で、その手話っていうのは必要だから覚えるとか、その物事の、なんていうのかな、勉強として覚えるとか、っていう、ニュアンスが、やっぱここまでは強かったし、聴者としてはどうしてもそう思ってしまう部分が多いんだけど、あの時点で、蒼君は、手話を覚えることを、やっぱちょっと身構えて拒否してたわけじゃないですか。で、その時の蒼にはなくても良いものだったんだけど、私が与えたという意識があるという。ああ、なるほど。で、翻って、現在の紬には必要ないものなのに、あなた蒼君からもらってませんっていう。うわその必要じゃないんだけど、善意。そうだっていうニュアンスもプレゼントっていう言葉に入ってて、そこに僕はすごく、ある種の嫉妬以上のトゲを感じたんですよ、ね。うわそうだこれありますよね。本当だ。あなたには本来いらないものでしょっていうことなのか。プレゼントってね、本来いらないものっていうニュアンスも、ちょっと含んでる言葉だと思うんですよね。ああ、本当だ。ドライなものじゃないじゃないですか、絶対。ウエットなものだから。そう。で、必要性っていうとやっぱドライになってくるじゃないか。はあ。っていうね、もうね、50ぐらいの意味がかかってる。本当そうなんだよな、これ。もうベストアンサーって感じなんだけど。すごいよな、これたった一行でだよ。うん。包み直して。そう。で、その後に、追い打ちかけるんですよね。好きな人にあげたプレゼント、包み直して他人にあげられた気持ち。うん、それ分かりやすく言わなくても十分、トゲ刺さってますからっていう。刺さってるけど、もう一回五寸釘をぶっ刺すんですよね、これで。で、それでさ、そっから、もう、こっからはもう感情ですよね。ねえ。もうこっからは多分考えてないもん。うん、本日2回目の畳みかけね。もうブワーって出てきちゃってて、もう、そうくんどんな声してるって言って、声って言って、聞いたことあるでしょ、どんな声してるの、電話したことある、電話、はい、高校生の時って言って、これね、大事だと思ったのは、つむぎちゃんの相槌入ってるの大事なの。はいはい、はい。つむぎちゃんはちゃんと理解してるってことだから。で、それで、いいね、羨ましい、たまに夢に見る、好きな人と電話したり、手つないで声で話すの、憧れるけど恋が実ってもその夢は叶わない、声も叶いそうにないんだけどねってさ、思ってること全部言った。思ってること、ブワーって言っちゃって。言っちゃってのね、からの図書館のシーンですから。でも図書館で、だからここで、明らかになるわけですよ。どこから始まったのかっていう。はいはいはい。その、奈々さんの気持ちがっていうので、でこうね、図書でおしゃべりしてるのを見て、子供が注意されてた、ね。そうそうそう。で、おしゃべりして怒られてるって言って、私たちはこうやって喋ってても怒られない、静かだからねっていう、これさっきも言いましたけど、これすごい素敵だと思った。これはやっぱり、その静かな世界、音のない世界に生きてる人の特別なところだし、
それがすごい素敵だって思ったし、うんうん、この静かな場所で怒られちゃうけどこっそり会話するっていうのは、うん、聴者のあるあるだと、うん、こうノートの隅っことかに書いて喋るみたいな、うんうん、まあ今回で最初の方で、そうと奈々さんがやってたやつだけど、これそれ図書館でやってたら結構イチャイチャしてんなってこう見えると思うんですよね。近くでやんなきゃいけないから。ね、でこの二人はテーブルで結構それなりに離れてるんですよね。はいはいはい、はい。ちょっと離れてるんですよね。テーブルが太くて。そう。あと向かい合ってる。向き合ってるのよ。だから目を見て話してんのよ、ちゃんと。イチャイチャはしてない。ベタベタはしてないけど、会話はしてる。で、しかもこっそりしてるっていうのがやっぱ手話じゃないとできないなって思うんだよね。そうそう、図書館のテーブルでかいっていうのもあるあるだし、結構。で、それでね、うん、最近筆談いらなくなったよね。うん、確かに手話だけになった。うん、それが目標だったって、ね。うん、目標っつって。ナナと手話だけで話せるようになるのを目標にして手話を覚えた。うん、嬉しそう、ナナさん。嬉しそう。でも嬉しいけど、うん、ここは流すんですよ。うん、ちょっといじる。そう、まだ全然下手だけどね、うん、って言ったら、ナナにだけ伝わればいいからってさ、これは罪だよ。これが全ての原因でございました。これが全てだった。真犯人確定。桜そう。そうですね。クソサムネが出来上がりました。クソサムネ絶対やらないでよ。絶対やんないでよ、本当に。でも本当にやっぱここから始まったんだよな、うん、そうなんだよな。もう。でですよ。もう声に落ちる音したもんね。うん、これ。演技めちゃくちゃうまいしな。演技めちゃくちゃうまい。にゃーって、にゃーって笑っちゃうカホさんね。カホさんが演技うまいのなんてもう世代だしめちゃくちゃ失礼だつもりだけど。うわぁ。ちょっとベストアクトすぎるなぁ。やばい。ちょっとやばいわ、これ。ね。で、この後ですよ。本当にやばい。ね。この後。うん、そうくんがですね。そう。離れてたから電話した。そう。どうしたの、うん、で、携帯が振動が鳴ってるわけですね。そう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 。で、その振動を、もう分かってるんだよ、これ振動を耳に当てるって。うん。分かってるんだけどさ、そう。この前からが横からの角度になって、うん、ゆっくり耳に持ってって、当てるっていうところで、そう。分かってるけど泣くんだよな。いや、ボロ泣きだよ。でも振動しか伝わらないっていうさ、うん、ちょっとヒゲダンさんを恨んだね。恨んだよ、うん、もうどんなタイミングで流してさ、ね、いやーこれでね、またね、こう後ろからつむぎちゃんが来ちゃってんのよ、うん、でつむぎちゃんは好きな人と電話したいっていうのを聞いてるから、うん、本当に大好きなんだっていうのが、うん、その意味、うん、耳に当てるっていう意味がもう嫌王なく伝わってるんだけど、うんうん、自分も電話するの好きだった、ね、そうそうそう、で自分もそうと電話するの好きだったけど、そう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 、できなくなった立場なので、そう、気持ちわかるよっていうのもあるけど、うん、そっか気持ちわかるよって言っちゃいけないんだみたいなのもあるというか、うん、でそうくんはそうくんで、うん、まだその意味は分かってるのか分かってないのか、うん、でも多分分かりきってはいないっていう、分かりきってないでしょうね、そうはね、うん、そうはほとんど何も分かってないんじゃないですか、ちょっとだからここですごいんですよ、うん、僕らは最初の話、うん、そうくんがかわいそうって話から始めたはずなんだよ。あれ？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 そういえば。あれ、そういえば。だってね、もうあんなひどいシーン見たくないとか。そうだよ、前回、前々回か。前々回ですよ、もう。警官の悪口10分くらい言ってますから。10分くらい言ってね。なんでそうくんが苦しい、そうくんの、これまで語られなかった思いが語られて、俺たちはそうくんを追体験したんだ、うん、とか言ってたのに、うん、今、そうくんは何も分かってない。そうくんが真犯人とか言ってますからね。ナナさんの。これはとんでもねえぞ。とんでもないドラマよ。あ、もうこれ、もうだから、まあ、本当にドラマが45分でスマートに雄弁に語ってくれたのに、うん、我々は2時間近くかけて。そう、だからこれね、なんかありがたい。だらだらと。ありがたいとかね、何本でも感想出してくださいとかね、うん、言ってくれる人もいるけど、いるけど出せば出すほどね、うん、これまとめる力がないっていう、そう、まとめることでもあるので、さすがにこれは優しいなとは思いますよ。優しい気自体ですよ、うん、でもまあ本当に僕初期に第1話か2話の時、うん、1話かな、あのイヤホンの使い方大喜利を8通りぐらいやってるみたいな、うん、話をしましたけど、こうスマホの使い方もうずっとえぐいな。いやーえぐいの考えてくる。1話につき1通りぐらい出してきてて、うん、前々回ガッとね、港がソウのスマホを押さえつけて、そう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 、もう人の口を押さえつけるようなことをやりましたと。そうそうそう、うん、で、前回、うん、勝手にヒカルくんが電話に出て、うん、ハンバーグこね中の紬の前に置くという新しいスマホの使い方を見せましたね。やりました。で、今回2個増えてますね。
増えた？何ですか？ビデオ通話と音声通話を間違えるっていうね。そういう用途もありますと。で、そんなことは、うん、なんか、聴者の世界ではほぼありえないことですからね。うん、確かにな。いや、そうなんだよ。ありえないからいいのよ。そうなんだよな、うん。だからこう、だから、これは聴者と聾者のドラマじゃないとできない表現なの、それ、うんうんうん。それがいいんですよね。それがもう一個ありますからね。何でしたっけ？振動を使って音を夢見るという機能ですね。もう一度言いますよ、うん。振動を使って音を夢見るという機能がスマートフォンにはありますね。知ってましたか皆さん。ね。ワイヤレスイヤホンには転がって人と人をつなげるという機能があったように、スマートフォンには振動を耳に当てて音を夢見るという機能があるんだよ。知ってたか？一人でも知ってたかこれ。天国でジョブズがびっくりしてるよ。いや、本当に、そんな機能つけましたかねみたいな。という。一応語り終えたつもり、これで。やっとナナさんのことは語り終えたと思いたい。うん、でもやっぱりもう本当に、くれぐれも7、3回であったなっていう。いや、本当に7、3回だったし。ただただ分かっただけでしたし。うん、まあね、うん、で、まあ、ちょっとだけ、1ミリだけ先の話すると、これで、うん、終わりではないというか、うん、あ、1個の始まりでもあると思いたい。うん、もちろん。7、3っていうのが。もちろん。まだやっぱり、もう7、3はこれから、ここからどうするのかっていうところでもあると思うし、まあでもいや、でも本当に素晴らしかった。素晴らしいですね。本当に素晴らしかったよ。うん、だやっぱね、このドラマが、見てない人からしたら、すごいみんな泣いてて、押し付けがましいドラマなんじゃないのって、見てない人は、もしかしたら、世論の反響がでかすぎて思ってるかもしれないけど、うん、見てる人で押し付けがましいって思ってる人ほぼいないと思うんですよ。ほぼいない。っていうのは、やっぱりどうしても絶望をベースにしてるっていうところがあって、ああ、そうですね。ね、でそれが、風間七派閥、風間って言っちゃった、春尾七派閥。春尾七派閥とか。とかが、やっぱ絶望のベースを引いていて、みんな違ってみんな分かり合えない。うん、中で分かり合うために言語というものが存在してっていうことですよね。うん、で、次週ね、作文が出てくるっぽいですからね。ああ、ぽいですね。全文が出てくるっぽいですから、ね、出てくるっぽいんですけれども、うん、そのあたりも楽しみにしたいと思います。はい。いい？もう一本撮る？どうします？もう一本やるしかないの。まあ、はい、ちょっとこの後考えましょう、ね。はい、ちょっと考えます。でも、とにかくやっぱ大事なところはもう、さすがに語り終えたと。ナナさんの話はなんとか終わったと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、遡って、1話から聞いてみるのも良いかなと思います。はい、無限まやかしは YouTube と Podcast で配信しております。はい、YouTube のチャンネル登録とか、いろいろよろしくお願いします。はい、ポッドキャスト、Spotify、特に、5点満点で星をつけるところがありますので、まだやってない人はぜひともお願いします。はい、Twitter のフォロワーもちょっと増えてきちゃってまずいことになってるんですけれども。何がまずいんですか？それはまた改めて喋りましょう。嬉しいことじゃないですか、はい。公約というのがありましてね。そうなんだよ。詳しく今度話しますけれども、はい、まだの方はぜひフォローしてみてください。Twitter、はい、だけの、つぶやきとかも出してますので、はいはい、よろしくお願いします。以上、大島康幸でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。高野湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオ番組でございます。フジテレビ木曜のドラマサイレントでございます。はい、第6話の5本目の、回でございます。何やってんだろうな、俺ら。何やってんだよ。どうした？結局やっちゃったよ。どうした？制作会議だったらわかるけど、感想ってそんなに言うものじゃないのよ、さすがに。言うものじゃないよ。5本目初めてじゃない？初かな。初ですよ、多分。初か。もういいよ。もう誰も聞いてないだろうから。
これはね、しょうがない。これ僕何回も言ってるけど、これ、6話の時に、6話だけの話をするんじゃなくて、うん、6話の時に1から6話の話をしなきゃいけなくなるタイプの話なので、うん、そうですね、これはしょうがない。うん、徐々に徐々に伸びてくる、ね、うん。むしろ縮められてる方だと思いますわ。うん、そうですね、頑張ってる、うん。まあだからもう本当にポンポンポンと、はい、あの、ちょっとなんかあの、一つのトピックについてずっと話してきたから、丸1から丸4に関して、7さんの話しかほぼしてないんですけど、うん、ほぼしてないです。まあ男たちのシーンをね、はい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 、ちょっと良かったなと思って、よかったなと思います。で、今回は、前回、紬と別れて、非常に清々しい港ですね。そうですね。そして光くんの二人のシーンですけれども、そうですね、これもなんかこう画面ずっと青い問題僕言ってるんですけど、ここめっちゃ青かったっすよ。なんかあんまり俺その印象なかったけど、いや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 、今こうやって見ると青いわ、うん。このね、一時停止してるところがあるんですけど、うん、まず、光くんが着てるものも、うん、こう、濃紺というか、ああ、そうですね。で、袖から出てるセーターも水色っぽい色で、で、これ椅子にかかってるのが、多分、紬がよく着てる、やつですね、青いやつ。ああ。で、港くんが後ろにいるんですけど、上に着てるのがグレーで、下が青ですね。ああ、ほんとだ。ね。で、その奥にある棚の中のファイルもね、青が多かったりとかしてですね、やっぱね、サイレント青い説っていう雑なんだよ雑すぎてどう何のこと言ってるのをね、まあね、まあ、証明してるんですけど、それでやり取りしててね、はい、でここであれもいいですよね、あのそんな青葉って言って、うん、そう青葉元気、青葉元気っつって青葉元気ってみんなとかまず聞くんですよね、うん、で、光くんが俺見ての通り元気って答えるんですけど、紬元気って言って、うん、紬って呼んでたのに、別れたから青葉呼びをするって、はいはい、湊は決めてるんですよね。そうなんだよ。で、それいじってんのよ。そうだね。これはもう結構、いじってんのよ、光くんが。弦外のコミュニケーションっていう感じ、うん、で、また二人の関係性も見えていいですよね。うん、仲良しなんだなっていうのがわかる、うん。が、青葉って呼んでるってことは、うん、これ、湊が、ソウと同じ状況に戻ったってことで、湊も青葉って呼んでるし、うん、ソウも青葉って呼んでるし、うん、しかし、紬は、青葉じゃなくて、紬って呼ばれた人なのに、うん、誰からも紬って呼ばれてないんですよ、今。ああ、ほんとだ。これね。だから、紬の話じゃなくなってきてんなーっていうのが。あ、そういうこと？こういうところからも、ほんと些細なところだけどね。ああ、まあ、ね、もうちょっと思ったりとかね。うん、で、うん、元気、よく寝てよく食べてるというね、先に光が申告してくれる。そうね。で、ありがとうね、港。今までありがとうね、ということですね。そう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 。姉ちゃん、あの頃ほんと死んでて、うん。で、俺のせいなんだけどねって光くんは思ってるんですね。うん、そう。だから、今までちょいちょい出てたけど、うん、多分、学費とか払ってもらったみたいなことだろうな。確かにね。っていうこと、その、そういうこと言ってるから、うん、これから働いて返さなきゃだからみたいな言葉とかも含めて、うんうん、まあそういうのが匂ってくる。うん、そのあたりも含めて、うん、あの、お姉ちゃんのメンタルが、うん、ああなってしまったのは自分に一因があると思っているっていうことですね。うん、で、周りも自分も視界に入ってなくて、うん、そのこんなしかない狭い視界に、港くんがチラって、で、ありがとうね、港くん、視界に入り込んでくれてっていう、うん、これ非常にいい言葉だなと思いましたね。で、何もしなくていいんだよって言って、うん、本当入り込んだだけで何もしてないけどって港が、まあ、謙遜するんだけど、いや、めっちゃしてたやんっていう。めちゃくちゃしてたよ。そう、むしろしてたと思うけどねっていう、うん、視界に入る場所にいてくれればいいんだよ、うん、好きな人は。この3年あっての姉ちゃんだから。これね、でもね、なんかね、光くんいいなって思ったのが、うん、何もしてないけどって言った港くんに対して、うん、いや、めっちゃしてくれたじゃん。って言っても、港くんには響かないっていうの分かってるなって思った。港のことを何もかも分かってるんですよね、うん、光は。だからもう、あえて、何もし、そうですよね。何も、でも何もしてなくていいんですよっていうのは、なんか一瞬、ちょっと、港くんのやったことを全部ないがしろにしてるのって一瞬思うんだけど、視聴者的にはね。そう、でもそれこそが港くんには実は一番届くっていうことが、光くんは分かってるなって思った。ですね。うん。光くんすごいわ、やっぱ。光くんすごいし、うん、やっぱり本当に港くんが大好きなんだなっていう、うん。ですね。まあ、お姉ちゃんのこと分かってるのはまあ分かるんだけど、うん、やっぱ港のことすごい分かってんだよなって思うシーンでした。うん、はい、はい。で、忘れちゃいけない。はい。悪魔先生。はい、悪魔先生ですよ。春尾先生でございます。はい。これは高野さんの推理が当たってましたね。はい。繋がっていましたと。繋がっていましたね。港と春尾先生が繋がっていたことを、はい、まあ、紬にもバレましたと。そうですね。いう感じなんだけど、これ一言目からひどいからね、春尾先生。そう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 。うん。青葉さん、元気ですか？うん、まあ、それは、まあまあまあ、元気ですよ。基本ずっと元気です。もう開幕悪魔で俺笑っちゃったもん、うん、元気じゃないことが何かあるでしょそうっていうね、カッコついてそう書いてある。カッコついてるから、そうそう。で、元気ですよ。基本ずっと元気です。うん、
みなとくんも元気ですか？どういう質問なんだよ。どういう質問？もう誘導尋問もここまで来たかっていう。うん、基本ね、春尾先生は、つむぎみなと分からない方がいい派の悪魔ですからね。そう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 。だから、まあ、だから聞いてるんでしょうけどね。で、やっぱそこ繋がってますって、つつかれて、すいません、もう隠してもしょうがないんで、飲みに行く店が一緒で、二人で飲むことが多くて、ということですね。で、楽しかったそうですよ。楽しかったつって。この三年、すごく楽しかったそうです、みなとくん。って言って、ね。ああ、で、そっか、実は私も、この三年すごい楽しくって、って言って、うん、もう、ほら、あなたも認めてるじゃないですかって、うん、楽しかったって、つって。やっぱり調査同士の方がいいんじゃないんですかって言ってますよね、ここはね。で、僕はこの仕事っていうのもあって、みなとくんから聞いてて、青葉さんとみなとくんの同級生、手話を使う方。うん、あ、はい、そうです。で、どんな人ですかって言って。で、これはね、これも悪魔ですよ。おだって、うん、もう、みなとくんと別れてまで、うん、こんなに一生懸命手話を覚えたい人って、うんうん、そんなに立派な人なんですか、うん、っていう、ここまではやりすぎかもしれないけど。いや、でもそうよ。だって楽しかったことを確認しての、うん、そうそうそう、二人とも楽しかったんでしょ、うん、じゃあ、え、それと別れて好きな人ってどんな人なんですか、その人と手話で繋がれるんですか本当に。みたいなことでしょ、うん、もう本当にそうです。うん、詰めてますよ。詰めてます。落としにかかってますよ。本当に一貫してる。うん、そうそう。しかし、紬は揺るがないです。揺るがないんですよ。好きな言葉をくれますねっていう。その、僕らが1話から知ってたことを、ずっと紬は持ってて、そうそうそう、紬はまあ、ぶれないなっていうところが気持ちいいシーンでした。ね、なので、今回は人間の勝利と。人間の勝利でした、ね、いうことでしたけれども、悪魔は引き続きいるなっていう感じですね。ね、で、まあ、またこれが、やっぱ、うん、あの、港くんとの会話とも、まあ、聞いてるわけですよね。うん、その、ちゃんと、どんな人かっていうのを聞かれたときに、うん、好きな人については好きなところを言うっていうのが、うん、やっぱ、そうくんとちゃんとシンクロしてるっていう、はい、ところが、ね、そうですね。そうくんはまっすぐって言ってて、そう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 、つむぎは、好きな言葉をくれる人ですね、うん、というですね、もう本当に一貫した、もう僕らとしてはもう知ってますっていう、そうですね。情報を二人はずっと、大事にしてますね、うんうん。で、あ、そうだ、家だ、家、実家。あ、実家よかった。そうくんの実家で、うん、やっぱお母さん、りつこすごいなんか焦ってるというか、そわそわしてて、うん、やっぱりこう、そうが聞こえた頃の何かに触れない方がいいっていう、スタンスですよね。そうそうそう。で、それに対して、萌えちゃん。そう。桜田ひよりさん、妹がですね、うん、あそこ、痛快でしたね。痛快でした。前、お兄ちゃん聞くやつ興味ないでしょ、うん、そう、聞くために撮っていたんじゃないでしょ、お兄ちゃんだって。そう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 。スパーンと。しっかり言ってくれた。やってくれました。で、それで、萌えちゃんとお父さんとの会話めっちゃいいですよね。おー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 、あれ、いい関係だなって思った。うんうん、うんうん。すごい良かった、本当に、うんうん。バレたら怒られる、浮気と一緒だ。一緒だ、つって。浮気したことない。浮気したことないよ、って言って。うん、で、俺あれ、なんかあれで、はい、萌えちゃんない、泣くじゃないですか、うん、CD って、うん。で、俺CD 前も、映ったけど。1話で映ってるんですよね、最初。今回見て。1話の最後ね。そうそう。で、今回見て、うん、あれ何枚か割れてるんだと思って。そう。ディスクじゃなくて、そのジャケット入れるケースが割れてるんですよね。そうそうそう。そうそう。だからそれは、なんかしたのかなっていうふうに思っちゃった。うん、ただ単に使ってるだけで、うん、あんなにいっぱい割れてるのを見せる必要ないと思うから。うんうん、まあ、ぶっちゃけあるあるとしては、うん、僕ら CD 世代だから、はい、ああいう風に次誰かに貸して、次誰かに貸してって、うん、スピッツあいつが持ってるらしいから、って言って、学年の、隣のクラス、隣のクラスとかに貸して、戻ってきた時絶妙に割れてて、そう。これ誰のタイミングでっていうのは特定できないみたいなことはありましたけどね。わかる。あったけど、それを映す必要はってことですよね。そうそうそう。うん、いや、でも、あとは、うん、多分あれ、なんか割ろうとしたのかなとか思っちゃった。うん。なんか乱暴に扱ったとかあるかなって思っちゃった。え、そうくんがでしょ？そうくんが。うん。そうそうそう。それはある気がした。それはあると思いますよ。うん、バックナンバーの CD ね。そうそうそう、うん。で、それを見て、なんかこう、その葛藤みたいなのを表現してるのかなとかは、ちょっと思った。うん、で、うん、お母さんは、だから、負の思い出になっちゃってるものに触れない方がいいんじゃないかっていう配慮として、やたら焦ってるっていうことですよね。そうですね。うん、そのあたりも今後出てきそうだなとは思いますね。まあね、そうですね。うん、ちょっとさ、はい、もう2時間以上多分喋ってんのよ。はい、で、もうね、5番目でしょ？はい、丸5です。もうそろそろ誰も聞いてないと思うね。誰も聞いてないよ、もう寝てるよみんな。誰も聞いてないと思うから、うん、本当にちょっと嫌われそうな、はい、なんか燃えそうなことを、最後にちょっと言います。なんだ？さ、
家賃って何あれでしょ、あの、湊くんの住んでるところの家賃稼いでるだろうっていう。でも稼いでるじゃん。だって、稼いでるし、いいじゃん。別に、そういう表現だよ。あれはあり得るよ。はい、わかります。アーバンで、都会で住んでる人だったら、あり得ますよって思ったけど。いや、あのさ、つむぎちゃんと、そうくん、何着陸しようとしてない？二人の関係に。それはそうなんじゃないの？で、それがね、ちょいちょい匂うのがね、おうおう、なんかね、てめえらって思うのよ。おうおう、やっぱり私は陰キャなので、おうおう、あの、ちょっとなんか鼻につくんですよ。おうおうおう、で、これ、でもね、これ、おう、あの、脚本をめちゃくちゃ褒めるんだけど、はいはいはい、この作品さ、うん、あの、イケメンと美女というか、うん、要はモテる男とモテる女描くのめっちゃうまくない？おー、俺ね、意外とこういうドラマないと思った。おー、なんかさ、ん、どういうこと？いや、あの、そうくんさ、はいはいはい、気づいてたじゃん、うん、気持ちに、うん、ナナさんの気持ちに、うん、これさ、うん、あの、ボンビャクだと全く自覚してませんでした、まあね、っていうのやらない？確かに。あ、だってさ、好感度悪くなる可能性あるもん。うん、あの、相手が好きだっていうことに気づかないっていうのは、うん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 、基本的に、あの、なんか、イケメンってされてる人って、はいはいはい、作品内に出てくると、自分がモテてることにめっちゃ自覚的な王子様か、うん、めちゃくちゃかっこいいのに、うん、全く恋愛に関して何にも知りませんみたいな、うん、なんか価値観だけ童貞みたいな、うん、そこだけ、うん。そこだけ童貞なのに、すべてにおいてのスペックが、まあ、ハイスペックっていうのあると思う。うん、え、俺のこと好きだったのみたいな。わ、うん、かる。それそうだろみたいな。二曲なのめっちゃわかる。二曲でしょ、うん、でもこれ、ちゃんと、うん、あの、わかってるじゃん、そのくん、うんうん。それで、つむぎちゃんと話してるときに、うん、だって、つむぎ、あれ、めっちゃリアルじゃない、うん、その、つむぎちゃんと待ち合わせしたとき、ねえねえ、あの人どういう関係みたいな、うん、に言われて、うん、いや、すっごく大事な人って言った後に、うん、あ、大丈夫、ちゃんと話すから、うん、で、これもうさ、うん、戻ろうとしてる人のさ、うん、やつじゃん。まあね、そう見えますよね。見えるじゃん。うん、これうまいなと思って。おー。ちゃんとそのイケメンと、うん、あの、その、モテてる人たちを描いてると思ったけど、はいはいはい、それがね、しっかりと僕は、ちゃんと鼻につきました。わ、うん、かんねえ。どういうことだ？あんたは、だからさ、これがさ、ここに来てわかんなくなってきた。これがさ、あんたがさ、はい、俺をさ、男子校的な考え方だって、俺のこと男子校だと思ってた、大島。大島。コメント欄にも書いてありましたよ。私も高野さん男子校だと思ってましたって。いやいや、あのね、分かってる。だからこれが、うん、ラブストーリーで屍側に行った人間の叫びなんですよ。え、何着陸したら何がいけないんですか？だから何がいけないかじゃないの。うん、何着陸しようとしてる仕草が、なんだよって思うの。うん、でもいいの、いいんだよ。うん、いいんだけどさ、うんうん、あの、なんていうのかな、こう、あの、まず、その、最初の方にした、はいはいはい、これは普通の恋愛ドラマではないっていうのに、はい、6の丸1でした話ですね。一回戻ると、はいはい、あの、俺は、うん、なぜ恋愛ドラマが見れないかというと、はい、主演の男の子と女の子がいて、はい、他のキャラクターは、うん、当て馬というか、うん、っていうかなんかね、あのね、ロケットの、うんブースターなんですかって思っちゃう。あ、途中で落ちるやつね。そう、途中でパージされて、はいはいはい、わーって落ちちゃうものなんですかって思っちゃうの。はいはいはい、あなたたち二人を幸せにするために、はいはいはい、他の人たちって、うん、あの、傷を負ったんですか、うん、って思っちゃうタイプなんですよ。うん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 、だから入り込めないの。なるほど。はい、で、ここに来て、はい、あの、ソウとつむぎちゃんも、はい、なんかそれをやってきてると思う。徐々に徐々に。で、結ばれるか分かんない。ただ、うん、このドラマがいいと思うのは、うんはい、あの、そのブースターの叫びをというか、うんうん、ブースターにも人生があったんだよっていうことをやって、うん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 、前回と今回ね。それによって、まだブースターがね、へばりついてるの。うん、ちゃんと、うん。お前らは、うん、あの、お前らは、うん、いいかと。二、うん、人だけで幸せになるのではなく、はいはい他の人たちがあってこそなんだぞというのをちゃんと言ってくれてるなっていう感覚があって、うん、え、ちょっとこんなに伝わらないか。え、だから満足してるんでしょ？何か？
え、その。だからさ、満足はしてるんだけど、はい、満足していることと、はい、実際に行われてることはちょっと別だと思う。あ、だからそのドラマの作り方としては尊敬できるけど、うんうん、紬と想の今の状態が、ちょっと鼻につくなっていうだけ、うん。そう、だからこれ感情の話だよ。あ、だから最後にしたんだよ。わかるけど。いや、だからここでさ、それ全く抜きにするって無理じゃないですか。いや、でも無理じゃん。だから、俺は、だからそれを言いたいの。それも言いたい、うん。あのさ、だからさ、このさ、大島さんがさ、はいはいはい、あのまた戦争をもう一回蒸し返すよ。和平条約結んだとさ。そっちから和平条約結んだ。蒸し返すぜ。蒸し返すけどさ。やばい国、やばい国家。俺はやっぱり、つむぎちゃんが自立した話なんだと。うん、もうつむぎちゃんにとってはもう、うん、そうくんもみなとくんも関係ねえんだみたいなこと言ってたじゃん。うん、そうじゃねえよ、やっぱ。まあでも、わかんないですよ。その全部完結した後にこの回を聞いてる人からしたら、うん、まあ滑稽に移るかもしれないですけど、うん、まだわかんないですよ。いや、まだわかんないけど、うん、でも、ちゃんと描いてるじゃん、もうめっちゃ気にしててさ。気にしてはいるんだけど。で、気にしてさ、で、その仕草が全く無駄なく、うん、なんとなく二人で元に戻ろうとしてる感っていうのが、うん、マジでモテるやつの仕草だなって思って。どうなったらモテるやつの仕草じゃなくなるんですか？いや、モテるやつの仕草じゃなければ、いいとかじゃないの。うんモテるやつ、あのね、その創作物を見てて、俺が、だから、ただ単にこれは、モテるやつがムカつくってだけなんだよ、俺が。だから、今、感情の話してる。何にも面白い話してない、俺が。今、俺は、何にも知的好奇心もくすぐらないし、これはひどいぞ。そう、俺は脚本家としても何にも話してない。丸5に来てひどいぞ、これは。モテるやつを、モテるやつが腹立つっていう話だけしてる。これはじゃあ、うん、これは、あれですか、その、うん。サイコ殺人犯が出てくる作品を見て、うんうん、サイコ殺人犯はけしからんって言ってる人と一緒ですか？正直一緒。だから最後に話してるんじゃん。これは。で、それを、一応、はい、一応やっぱ脚本が素晴らしいと思うのは、うんうん、俺が嫌いだった。うん、っていうか、嫌いっていうか、うん、どうにも馴染めなかった恋愛もので出てくるイケメンや、うん、美女。うんっていうのは、うん、こいつらどう考えてもモテるのに、うん、モテるやつの仕草してないって思ったの。なるほど。お前らは、うん、非実在だと、うん。だってその、モテてる時点で、うん、こうなんていうのかな、その、処女性とか、うん、童貞性みたいな、うん、そういうなんかこう、世の中で結構きれいとされちゃうじゃん、それって。うんウブだったり、うん、美しいものとされてる、うん、なんかあと多感な人が感情移入しやすいですからね、うん、思春期の人が感情移入しやすいでもさ本当はさ、うん、こいつらもうその恵まれて生きてるはずなのよ、うん、そうくんもつむぎちゃんも、うん、めちゃくちゃ恵まれてる人じゃん、はい、だって思うの俺は、うんうん、そういう人、うん、で他のドラマでもそうイケメンとか美女とかを見るたびに、うんうん、お前はきっと人生で何の苦労もしてないんだろうなって思うのよ、おー何の苦労もしてないだろうに、いや、苦労とかあるよ。大抵描かれるんだよ。うん、ちょっとした苦労が、うん。でもさ、そんなのちょっとしたもんでさ、うん、他の普通の人たちが抱えてる、うん、一生付き合わなきゃいけない苦労とは違う、うん、違うだろう、お前の持ってる苦労っていうのは、うん、その、もうモテてる。かっこいい。うん、かわいい。それだけでお前たちは、うん、めちゃくちゃ得してるんだよ。うん、なのに、うん、なんで得してません、私は人生でっていう顔してるのっていうのが、俺は恋愛ドラマとかで入れないの。納得できなかったと。そう。で、今回は、それが、ぴったり合ってるということですね。ちゃんと。いいって言ってんのね。いいって言ってんの。すごい、作品として。だから、良すぎて腹立ってんの。むず。むずいわ。だから意外と、だから感情の話だったけど、最後テクニカルの話になったんだけど。テクニカルの話にはなってないけど。でもなんかこれね、だから分かってくれてて、だからあんたはさ、いやいやいや、分かるよその、この、なんか。いや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 、その、分かるよ。その、今言いたいことは分かりましたけど、うんうん、僕はね、それで言うと、うん、逆にというか、この人たちがめっちゃモテる人たちである設定は、そんなにいるのかなっていうのはやっぱちょっと思って、例えば、そんなことないよ。いや、今回ね、ちょっとだけで思った部分ね。なんだよ。今回第6話でちょっとだけ思った部分として、みなとくんが、その、そうくんに対して、その、ナナさんの話を聞くときに、うん、綺麗な人だったし、うん、本当に友達なのかなって、うん、っていうセリフが僕はちょっと引っかかったんですよ。なんで？で、それは、その、イケメンだから、そうがイケメンだから、その、美女と並んでいた場合に、それは釣り合うからカップルである可能性が高いという価値観なわけじゃないですか。うん、それの何が悪いのよ。
それがルッキズムだとか言いたいの。いや、違うけど。あのさ、もうね、それがね、もうね、あのね、うん、現実を見てないんだよ。いやいやいや。現実。ちょっと長くなるぞ、これ。圧倒的な現実なんだよ。いや、それがいいの。ちゃんと、つむぎちゃんとそうくんは、ちゃんとモテる。だって当たり前じゃん。いやだから当たり前じゃん、あれがモテるなんて。そので、ナナさんが綺麗な人ってのは当たり前じゃん、うん、その当たり前をね、うん、ちゃんとやってるのが俺は素晴らしいと思う、まあね、サイレントの、まあ、そうなんだけど、それをないがしろにしたらどん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 俺みたいなね陰キャはねどんどん卑屈な気持ちになる、うん、結局こいつらなんでこいつ綺麗なのになんかかっこいいのにこんななんか悩んでるような風なふりしてんのみたいな、それお前がそんなんだったら、うん、俺どうなんのって思う。いや、だからもう嫌なんじゃん。関係ないと思うんだけど。だから関係ないじゃん。それが、それ圧倒的に現実を描いてるからいいの。ああ、ここに嘘ついてないもんだって。だって、目黒蓮くんみたいなさ、そうみたいな人たちにどう考えてもモテるじゃん。まあそうなんだけど、でもドラマ内で、目黒蓮級のイケメンかどうかはわかんないじゃないですか。いや、だからそれでもモテるって言われてんじゃん、ちゃんと。いや、そうだから。それは、その設定が必ずしも、必要を、なのかな、必要だよって。必要だと俺は思ってんの。イケメン俳優をやって、を配置しておきながら、あの、メガネをかけるだけで実はネクラな陰キャですみたいなのは、俺許せないの。ほんま、全然違う話になってくる。だから、でも俺はそう、いや、全然違くないよ。だから、ちゃんとかっこいい俳優、かっこいい女優さんを使ってるんだから、わかるよ、わかるよ。その人がいる時点で、やっぱりその人はかっこいい人です。うん、その人は可愛い人です。うん、だからモテますっていうのは、すごく真っ当で誠実だと思う。うん、これをさ、うん、なんかさ、もうさ、ないがしろにしてるのはさ、意味わかんないじゃん。俺、それがずっと意味わかんないと思ってたの。それもうじゃあ具体的に扱いましょう。その、イケメンがやってた中途半端な変な作品を、うんうんうんまあ、作品名は出さずに、二人で見て、うんうん、ここがダメなんだって、ダメ会話やりましょう。ダメとか言わないようにしよう。作品名出さずに。作品名出さずにでもまあ、とにかく、こういうことだから、奇弁だと思っちゃう。わかったわかった。そのなんかこう、この、目黒蓮さんを使っておいて、でもなんかモテない、モテるって設定いりますかねっていうのは、うん、それは奇弁だよ。だって、かっこいい人を使ってる時点でそうじゃん。だったら、かっこよくない人連れてこいよって話なんですよ。うん、それなのに、いらないっていうのは、うん、それはなんかおかしいと思う、俺。うん、ちゃんとかっこいい人、かわいい人いるんだから、うん、その人はちゃんとかっこいい人です、かわいい人です、そしてモテる人です。うん、で、モテる人の仕草をちゃんとしてるの。うん、それは本当にすごい感覚だと思うし、まだそこは一貫してすごい演出だと思うし、だから俺はやっぱ世の、現実で、うん、あの、モテる人間へのあの、そのなんかあの、ぐつぐつとした、うん、あの、感情がドロドロしてるから、今そういう、あの、放出してるっていうことですよ。いや、それは本当そうだ。いや、その一貫してて、良いっていう、うん、見方なんだっていうことを理解するのに僕は時間かかった。で、それでちゃんと現実的、うん、現実的です。だから、そうですね。あれはちゃんとモテてなきゃダメなの。うん、モテてる必要なくないっていうのはそれは奇弁だよ。まあね。うん、そんなのはもう、だったらもうそうじゃない人連れてこいよって話なんですよ。モテてあんなにピュアな人たちいるかよっていうのもね、ありますけどね。いや、ピュアにもうなりきってないからいいのよ。だってさ、あれ、言葉にしてないだけで、うん、だって、ぼんやりと戻ろうとしてんのがリアルなんじゃん。あの、ドラマで描かれるピュアっていうのは、うん、あの、本当になんかこうあの、そんなつもりないですよ、みたいな。はいはいはい、ナナさんの気持ちにも、あの、そうくんは気づいてないですよ。はいはいはい、だし、うん、つむぎちゃんは、はい、みなとくんのことが本気で大好きで、はい、そうくんのことマジで何も思ってないですよ、うん。これがよくある恋愛ドラマにいるやつ。うん、でも、あれがやっぱり人間なのは、うん、どうしたって、つむぎちゃんはやっぱり、そうくんに惹かれてるよ。まあね。それがなきゃ、あの別れにはならないって思うし、そうくんはそうくんで、やっぱりちゃんと自覚してんの。うん、その、ななさんのことを。ちょっと、でもちょっと分かってきた。分かってきた。うん、ちょっとこれが、ちゃんと現実を描いてると思ったの。うん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 、この、なんかその、つむぎちゃんとそうくんの、やっぱりこう、どうしたって魅力的だからこそ、周りは、あの、傷ついてるんだって、業。うん。業のようなもの。これ、回分けて、もう10分くらい撮りません?10 分くらい撮る。ちょっと考えましょう、ちょっと。まあね、分かったような部分もあるし。まあ、だから。分かんない部分もあるけど。だから、最後にしました。なるほど。いい判断だと思うんですけど。はい、最後にした。結構長かったな、とは。まあ、だから、聞いてないからいいんで。オッケーオッケー。こんなの聞いてないよ。オッケーです。まあ、聞いてなくていいです。はい、ここまで聞いた人は、本当にありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。はい。
はい。というわけで、無限まやかしは YouTube と Podcast で配信しております。はい、YouTube のチャンネル登録まだの方はお願いします。はい、Podcast 特に Spotify のチャンネルフォロー、はい、星5点満点でつけるのをぜひやってみてください。はい、Twitter のフォローもお願いします。ということで、大島康之でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。